よろしいですかそしたら、えー、小委員会再開します、えー、休憩前に引き続いて質疑を行います、えー、森にどうぞ。いわゆる午中、議論がありましたけれども、東大路通りにおける秋シーズンの、まあ、渋滞緩和ということについては、やはり何らかの策を講じないといけないということも、やはり理解をしますし、 車両を逃がすための手段としてはやっぱ現段階ではやっぱり今出川通りと丸太町通りを使って堀川に逃がすということがまあベターな選択肢であるということはおおむね理解をするところではあるんですけれども午前中にもちょっと議論がありましたやはりこう今道路地図を使ってとかそういうことではなくてやはりカーナビゲーション もう古くなってきているぐらいやっぱりスマートフォンの連動してこう渋滞情報でやっぱり流動していくというケースが非常に増えてきているというふうに思うんですけれどもそういった私もよくあの某サイトのマップを使ってスマートフォンでこうあの移動車で移動するんですけれどもいろいろ移動してますと例えば高速道路で集中工事をしていますとそういうときには きちっとそういう表示が出て、赤い道路マークが出たりとかいうふうな工夫をされているわけでありますけれども、まあ、今回の社会実験中に、まあ、そういったもうアプリとか、そのナビゲーションシステムに直接アプローチするような、そういったあの方法っていうのは取られるんでしょうか山下担当部長。はい あの、まあ、車を運転するときに、ま、カナビ使われたり、まあ、最近ではやっぱりこうスマートフォンで、例えば Google で検索とかいう形が、ま、多くなってきてるのかなと思っておりまして、あの、 まあ以前、ですね、市場通りが混雑したときに、川並みのほうでなんとか避けるという取り組みをやっておりまして、今回につきましても、ですね、日本デジタル道路地図協会というところが川並みの取りまとめをやっているんですけども、そこへの要望は行っているんです、ただ、現段階で今、どうこうということにはなっていないんですけども、引き続きですね、どういったやり方が効果的なのかということも、調整しながら進めてまいりたいというふうに考えています。 も基本的にはもう今は道路地図を使ってという時代ではないということも鑑みてあのそういったところはあの引き続きあのアプローチをしていっていただきたいなというふうに思いますちょっと私からはえと、まあ、今回えと東大路通りを、まあ、あの丸太町と今出川を使ってあの堀川通りに逃がすということでありますけれどもやはりあの地元のやっぱ堀川丸太町堀川今出川の交差点をよく利用するものとしてやはり 今堀川通りの通行量というものについては、余、まあ、力,力があるというあの答弁がずっと続いていましたけれども、まあ、この2つの交差点が、まあ、非常に危険であるということについては、やはり多くの市民の皆さんからお声も聞いておりますし、まあ、あの私自身も非常に危険だなというふうに思う中で、まあ、危険だとか、あの東西にはあの車両信号ついておりませんのでああの矢印信号がついておりませんので、 まあ矢印信号をつけられないのかというようなお声があったりするんですけれども、まあ、これはなんか感覚値といいますか、まあ、危険な思いをしたことあるという住民の皆さんは非常に多いんですけれども、まあ、じゃあ何が危険なのかということで、まあ、今回の社会実験を踏まえてですね、ちょっと私なりに無線週末の連休を使って、交通量調査を行ってまいりました。あの交通量調査、えー、と基本的にもう2人1組で えと9月21日に堀川丸太町の交差点付近で12時から3時まで,で堀川今出川の交差点で12時から3時までちょっとあの人手の都合上あの社会実験をやられる12時から7時までのちょっと時間帯というのがどうしても計測ができなかったので、まあ、あの今、昼間の時間帯で今交差点の状況がどうなっているのかということについて、えー、と調査をしてまいりました。 まああの主に通りましたのは、東西を走る車両、まあ、つまり今出川通り、堀川通り、あ今出川通り、丸田町通りを走る車両が、赤信号になっても車両を、えー、と通行する、こうまあ、交差点の中に赤信号になってもあの車両がいる台数が今、何台あるのかということと、 その中でもですね、赤信号の時間内でもやっぱ通行しする、できることができずに南北の信号が青になってもまだ右折をしたり直進をしたりするケースが今どういうな何,何回ぐらい起こっているのかということについて調査をしてまいりました。ちょっとあの院長ここからはそのパネルを使ってあのさせていただけたいよろしいでしょうか。えっ、ー、とすいませんあの。 委員の皆さんはちょっと見づらいと思うんですけれども、ちょっと都合上こういうふうにさせてもらいます。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、えっ、ー、と、北が、えっ、ー、と、横向きになっております。で、えっ、ー、と、堀川丸田町の交差点。で、ここにスーパーって書かれていますのは、えっ、ー、と、南、ん西かのにあるスーパー。で、えっ、ー、と、今、丸田町通りにつきましては、えっ、ー、と、片側に車線の道路を右左折直進できるような状態になっています。 で、えっ、ー、と、反対側も同様でございます。で、あの、米印に書いてあります通り、車両、機信号には矢印信号がついていない。つまり、えっ、ー、と、南北、えっ、ー、と、堀川通りには矢印信号ついてるんですけれども、まな町通りには矢印信号がついていないという状況でございます。で、えっ、ー、と、工事規制。 今,えー、と今水道管の工事をしておりますので、えー、とここの赤黄色いところで、えー、とかかっているところについては、えー、と今、この黄色で囲ってあるところ、1、えー、車線がまるまるここの工事のためでプレハブが置いてあるという状態であることをまずご理解をいただいてから、ちょっとこちらに、えー、と向けさせていただきたいというふうに思います。こ、まあ、こういった、えー、と,ことで,です、ねえー、と計測したの 計測した、えっ、ー、と、ところは、えっ、ー、と、今の2箇所を中心にしたわけですけれども、堀川今出川の交差点は、今現状1時間で25回信号が上がります。で、堀川丸田町については、1時間で17回信号が変わるという状況にあります。で比較的、えっ、ー、と、渋滞状況が、えっ、ー、と、まだマシと言えるところにつきましては、えっ、ー、と、堀川今出川2時から3時の時間帯で、 えっと、交差点内に赤信号で通過した台数が西行きで25台、東行きで41台。で、えっ、ー、と、南北の信号が青に変わってからも折右折や直進をする車っていうのが、えっ、ー、と、今、2回に1回起こっているのが、えっ、ー、と、堀川、今出川の状況です。で、えっ、ー、と、か、続きまして、堀川、丸田町はどうなっているかと言いますと、 えっと、一番ひどい時間帯、12時から1時の時間帯で、えっ、ー、と、西行きが、えっ、ー、と、交差点内に赤信号で通過する台図が70台。で、東行きが72台。で、えっ、ー、と、もうこちらは南北の信号が青に変わってから、これ、えっ、ー、と、17回あるわけですけれども、もう90%の確率で、今南北、あの、堀川通りが青の信号がついていても、まだ丸田町通りは、えっ、ー、と、車両が通行しているという状態が確認ができました。 まあ、つまり何が言いたいかと言いますと、まあ、交通ルール、まあ、あの、信号無視の数も取ってるんですけれども、そういったことがなくても、今、交通ルールをしっかり守っていても、赤信号で通らなければならないという状態が、やっぱ状態化をしている。そして、えっ、ー、と、まあ、このことが非常に危険であるということは言うまでもありませんけれども、やはり、あの赤、赤信号で、あの、車両が取り残されているということに、やっぱ信号を無視して直進をする車両も誘発をしてしまっているという状態にあります。 で、あの、今回の社会実験ではですね、えっ、ー、と、まあ、左折をする車、つまり、えっ、ー、と、この地図で言いますと、あの、この道から、交通規制のこの量を通って、左折する車が増えるというような、えっ、ー、と、社会実験になっていますけれども、今、現段階でも、えっ、ー、と、非常に、あの、多い中で、秋シーズンはですね、えっ、ー、と、こういう、 堀川、今出川、丸田町、両方においても、やはり観光バスの台数は増えますし、やっぱそれに伴って、バ、え、ス、ー、の台もやっぱり乱れがちになるで、えーと、交通量についても、やっぱ多少の増えるという状況がある中で、まずこの現状況、この交差点を使う現段階の状況について、まず率直に、えー、とどのようにあの捉えてらっしゃるのか、その点についてお聞かせください山下担当部長。はい あのこの社会実験の検討に当たりましてはあの、まあ、各路線のです、ねまあ、交通量、まあ、旅行速度を、ねまあ、踏まえましてあの検討を重ねてきてあの今回、実施するということでとあの取りまとめたところなんですがあの、まあ、堀川につきましてはあの繰り返しになりますけどもまあ他の東大路からです、ね、あの川端、川の町、烏丸につい比較しまして、まあ、旅行速度があのやっぱ違うと、まあ、あの要は容量が大きい。 通りということで、もう堀川通り。あの、まあ、その3点に当たりましたですね、まあ、工事とかいろんな状況も加味した上でですね、まあ、影響が、あの、最大、午前中の答弁でも申し上げましたが、7時間で約1000体が対象すべて行ったとしても、あの、旅行速度の低下が2%以内ということで、まあ、大きい影響はないかというふうに考えているところでございます。それであの、えー、堀川丸太町の工事の状況ですが、あの、 上下水道局に確認しましておりますが、あのー、まあ、下水道工事を行っているというところで、まあ、現場の感覚としては、まあ、工事を影響ということでさほど、まあ、影響による、ま、渋滞混雑とは特に見られないということで、私も先週見に行きましたけども、まあ、それが元に、ま、渋滞混雑しているような状況は、えー、確認できなかったような状況です。まあ、あの、時間帯にもよるかと思いますが、はい、以上でございます。あのー、 まあ何度もあの,あの他、午前中にも議論がありましたけれども、あの、堀川通りの、南北の通りだけで言いますと、まあ容量があるというのは確かなんですけれども、やはり交通事故というものについては、もう、やはりこう、警視庁のホームページ、まあ京都府警のホームページを見ていても、やはり係の確率でやっぱり交差点内で起こることが多いっていうことは、やはり明確で、あの、ありますし、あの、まあ私たち、あの、地元の あの選出の議員としましてはやはりこの交差点内の事故もうここは非常に閑散としている交差点とは言い難くやはりあのみんなの帰還の。 交差点として、やはり、あの、利用される以上ですね、ここの安全対策っていうものはやっぱりしっかりと取っていただきたいというふうに思いますし、あの、ずっと3時間私も、あの、角で眺めておりましたけれども、やはり、あの、左折待ち、右折待ち、で、その間を直進車が通っていくわけですから、そこで、えっ、ー、と、軽車両、まあ、特に自転車、バイク、 ま、今はループ等も走っておりますけれども、そういったものの巻き込みというものが起きないのか、ということもやっぱり非常に、あの、心配でありますし、ホリカーに出るまでで、やっぱり渋滞が起きないか、丸田町や今出川が、やはり渋滞をしないのか、ということについては、しっかりと、あの、データを取っていただいた上で、こういった社会実験というものはしていただきたいと思うんですけれども、この2点についての策というものは、今現段階では講じられてるんでしょうか もう繰り返しになりますが、堀、ま、川、あ、については、まあ、容量は大きいということで、各、ま、交、あ、差点の、まあ、対策ということでございますが、あのーまあ、これも繰り返しになるんですけれども、えーまあ、丸太町、今でがまで、あ、さらに今北の方面を含めて、ですね、まあ、全身的に、あのー、今回、啓発することによって、ですね、あのーまあ、混雑箇所を分散化していきたいというふうに考えておりますので、まあ 堀川丸太町に集中するようなことが、まあ、ないような、あの、啓発を行ってまいればと考えております。以上です。まあ、北大路、まあ、今でが丸太町、まあ、できたら。 北側であの早い段階であの車を迂回をしていただくということはもちろんベストでありますけれども今この明けシーズンでもない休日の時点でやはりこれだけの、えーとまあ、交通量があるっていう交差点であるということは社会実験をやる上ではやっぱり十分認識していただいた上で安全対策も取っていただきたいというふうに思いますしあの今日午前中の答弁では、えーと 東大路にお住まいの方、まあ、先ほ区民を中心に、やっぱりご理解を得,ていたらあの得ながらやっ,ぱやっていきたいということを弁があったかと思うんですけれども、やはり今回の社会実験で影響があるのは、決してあの東大路だけではなくてあの、みんなのやっぱり基幹道路である丸田町、今出川にも、やはりお,およそ影響があるというふうにも考えておりますし、あの今回、えーと、迂回ルートの,地点あの重要起点として、まあの、堀川丸田町と堀川今出川の交差点を使うということであれば、 やはりあの上業区民もはじめ右京区民、中京区民全市の皆さんにやはり影響があるということをしっかりとあの認識もあのしていただきたいというふうふに思いますし、えー、とこれをこのままやはりあの市民の皆さんに周知啓発をしたときに今でも堀川、今出川堀川、丸田町危ないじゃないかということに対していや、あのこういう対策を取るので、えー、としっかりとデータを取ってい 行きますというようなやっぱり踏み込んだ安全対策であったりとか、えー、と目詰まりを起こさないようにこういう対策を取りますマッ、まあ、プラカードで啓発するのかあのそれはあの今後の,あの内容の詳細の詰めにはなっていくとは思うんですけれどもやはりこういったところの周知啓発がなければやはりあの非常にあの事故が起こる安全性というところから鑑みてもやはり。あの こう、このままで、やっぱり進んでいくのは、あの、非常に懸念があるというふうに思うんですけど、その点についてはいかがですか。山下担当部長。失礼しまし長尾市長。白紙でございます。 でその上であの、ちょっと少し専門的にはなるんですけど国交省とその府警と協議する中で方向別の交通量というのも全部実は抑えていて,てあの、えー、丸太町から、えーにえー、に西に向いたいわゆる左折側のところについても。 あの今回の先ほど山下の方が申し上げた先代のやつがすべて乗ったとしてもいわゆる交通工学的な混雑度を1を超えるというような状況にはならないというふうに我々は認識していて,いて大きな混雑はないというふうに考えています。そそれででの上でやはり あの当該交差点、やはりあの変則の交差点でもございますので、あのえー、例えばですけど、ガードマン、誘導して、えー、しっかりあの、えー、先ほど、兵頭議員からもあったような、赤の点滅で歩道車が渡らへんようなその誘導であったりとかっていうのも、すごく大事かなというふうに思っています、で先ほど、委員からあった周知のあり方についても、当然、我々あの現場での案内に加えてね、 あの市内全域の方、沿道の方々がしっかりあのこの社会実験の目的であったりとかその、行う時間帯、曜日についても分かっていただけるように、あのえー、市民新聞はもとより SNS なんかを活用して、丁寧な処置活動に努めてまいりたいと考えています、以上でございます。 まあ、一応データを取っていらっしゃるっていうこともあの我々にあの認識をしているところでもありますしあの今現段階で、まあ、事故が起きていないということはあの確かにそうなのかもしれないですけれどもやはりあの日頃使っていらっしゃる あのまあ、私もそうですし、まあ、住民の皆さんからしてもやはり今でもやっぱり危険を感じるっていう部分については、まあ、これは社会実験とはちょっと議論がそれますので今回は、えー、と質問を避けますけれどもやはりそういったあのことがあるということをやっぱ踏まえた上で社会実験をしていただきたいそのために、えー、と周知啓発も安全対策もやっぱりしっかりとってほしいということをやはりあの案として提示をさせていただいているわけでありますので。まあ 本当に究極を言うのであればもう一時的にちょっと右折もうこの交差点をちょっと右折禁止にするとかあのことも踏まえて本番はすべきだという,ふうに思うんですけれども今現状すぐにはできないことだというふうにも思っておりますのでやはりあの今あの数字上大丈夫でもやはりこのたった3時間ですけれどもやっぱ3時間ずっと交差点を眺めているだけでももうヒヤッとするようなこともありますし1時間に1回あの救急車も通るようなやっぱりあの 状況下の中で、あの社会実験を行うということを十分に認識していただいて、あの取り組、あの、まあ、今回のあの取り組みを事業をやっていただきたいということをあの改めて申し添えて、あの口からの質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、えー、以上で質疑を通告された方の発言が、えー、終了いたしました。これで都市計画局の審査を終わります。議員のお疲れ様でした。 次の教育委員会に対する審査は、理事者が入室でき次第始めますので、しばらくその,そのままでお待ちください。 それでは、教育委員会の審査を行います。理事者、説明願います。加敷総務部長、説明は座ったままでお願いします。ありがとうございます。それでは、令和六年九月4日に提出しております教育委員会関係議案のうち、予算特別委員会に付託されております件につきまして、ご説明申し上げます。まず、議題。 132号令和6年度京都出版会計補正予算の教育委員会所管部分についてご説明申し上げます別に配布させていただいております資料についてご覧いただきますようお願いいたします今回の補正予算では300万円の増額補正および22億2900万円の債務負担行為補正をお願いするものでございますまず1増額補正につきまして府市連携事業を通じた京都市立高校における探究学習の充実として300万円を計上しております これは松井市長と西脇教育都府知事による府市トップミーティングにおきまして合意されました。市立、府立高校の垣根を越え、高校生が探究学習の成果発表を通じて交流し、学びをより深めていくための機会を府市協調で創出することが合意されたことを踏まえ、府市両教育委員会で協議した結果、 今日の高校生探求パートナーシップ事業を実施することとなり、そのキックオフイベント実施に必要な経費として、講師等の謝礼、および会場設営費など、計300万円を計上するものでございます。キックオフイベントの概要につきましては、資料に記載のあります通り、本年12月21日土曜日に、京都国際会館におきまして、人工知能研究の第一人者であります、東京大学松尾豊教授による講演や、生徒とのパネルディスカッション、 また私立、府立、高校生による探究成果の発表を予定しておりますなお、府市で協力して経費負担するものとし京都府におきましても9月補正において同額の300万円を計上予定でございます続きまして2ページでございます2、債務負担行為の補正債務負担行為補正についてでございます 国のギガスクール構想第2期を見据え、児童生徒一人一台 PC 端末等の計画的な更新整備を行うため、令和6年度から11年度まで総額で22億2900万円の債務負担行為を設定するものでございます。内容につきまして、まず、丸1児童生徒の一人一台端末更新についてでございます。 令和2年度に国の補助金等を活用して整備しました児童制度一人一台端末が更新時期を迎えるにあたり学校現場の先生方にも参画いただいた教育委員会内の検討会議におきまして第2期の OS 基本ソフトについて議論検討を進めてまいりましたその中で現在の Windows 端末等と比べ高性能でありながらシンプルな操作性と豊富なツールが多様なニーズに合う点また故障が少ない点などから アップル社の iPadOS 端末 iPad が最も高く評価されたことを踏まえ現行の Windows 端末から変更し iPad を整備したいと考えておりますなお今回の第2期整備から故障などに備えた予備の端末につきましても国庫補助の対象となったため予備の端末も含めた台数を計上しているところでございます 次に、○2AC アダプタ整備といたしまして、家庭学習における端末利用を円滑に進めるため、教室での充電用とは別に家庭用として整備するものでございます。さらに ③、丸三フィルタリング対策といたしまして、有害サイトへのアクセス制限のほか、広告をブロックするなどの機能も有するフィルタリングソフトを導入するものでございます。これら3点につきまして、令和7年度から5年間のリース契約を行うものとし、 令和7年度から速やかに整備できるよう、本年度中に入札等の必要な事務を進めるため、今回新たに債務負担行為を設定しようとするものでございます。なお、丸一児童生徒一人一台端末の更新に関しましては、経費の3分の2が補助される国庫補助事業であり、購入、リース、どちらの場合も補助対象となるため、本市負担分に違いはありませんが、購入の場合、本市に補助金が直接交付される一方、 本市が行う予定でございますリース契約の場合、補助金は民間事業者に直接支払われる仕組みとなっているため、資料記載の金額18億1500万円につきましては、総額約54億円のうち、国庫補助分を除いた本市一般財源での必要額でございます。参考といたしまして、児童・生徒1人1台端末更新にかかる第2期国補助制度の概要を記載しておりまままます。すす。す。せてごごご参照いいいいいいたたただよようおお願願ししし説明以上でございますご審議のろくます。 それでは質疑のある方は挙手願いますそれではここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます井上委員大津委員富樫委員中村委員土方委員,委員赤坂委員岩佐委員通告漏れの方はおられませんか、はい、では順次発言を許します井上委員どうぞ どうぞよろししくお願いいたします、えっと、まずは今日の高校生探究パートナーシップ事業についてお伺いしたいと思います。今回、富士トップミーティングでのこの事業が決定したというご説明がありましたけれども、これ、地震に至ったまず経緯を伺いたいと思います菅野指導,指導部担当部長。 失礼いたします府市連携による探究学習の充実ということで本事業でございますが先ほども申し上げましたが本年4月の松井市長と西脇知事による府市トップミーティングで合意をなされたことを受け実施を検討したところでございますそうなんですけれども本市では平成11年度堀川高校の探究学科群設置以来探究柱とする取り組みを展開したところでありこの間も例えば生徒の探究活動大学院生 がより専門的に支援するティーチングアシスタントの導入であったりまた各校の総合的な短期の時間の研究会の発足など本当に私立高校全体で探究学習については積極的に取り組んできたところでありますそうした探究学習については現在は本当に学習指導要領の中核理念として全国にも広がっているところでございますこうした中で松井市長におかれましてはこれまで実施してきた一律高校をはじめとするそれぞれの高校の探究学習の重要性を認識されていたところであります で、まあ、その探究学習をさらに一歩進めていくことが、あの京都の町の活性化にもつながっていくのではないかということで、そういった強い思いをお持ちであって、まあ、今回こうしたあの星トップミーティングで、あの恒大連携とも視野にあのフリッツ連携した、えー、探求学習のさらなる充実を図っていくという方向性を出されたところでございます。あの、本当にあのこうした方向性はあの本市の一律高校で実施しております。えー、探究学習への大きな後押しと考えておりまして、また、あの本当にあの時期を得た取り組み機会であるという風に。 まして今回あの12月21日にあの高校生同士が探究の成果発表を通して、えー、探究的な学びを深めていくキックオフイベントということで、節合同の探究発表会を開催したいと考え、あの現在、節教育委員会で連携のもと、えー、取り組みの,あの準備を進めているということで、あの今回、補正予算をお願いしたところでございます。 では今、そのキックオフイベントについてですけども、今回のこの補正計上で予算で計上されていますキックオフイベントですけども、このイベントの概要は、先ほど、の理事者の方からも説明がありましたけれども、今回のイベントを通して、実際にどういったことを期待されているのか、またこれ、高校生全員が対象なんですかね菅野担当部長。 はいえっと、キックオフイベントでございますあの先ほどもあの説明もさせていただきましたがあの、えー、12月に開催いたしますがあのま京都市立、えー、京都 不立のあの高校生の対象ということであの講演会であったりまた生徒の探究活動の発表を実施することとしております。あの本当にあの講演会ではあの先ほど申し上げましたが、あの我が国のあの A. I. じこ人工機能知能研究の第一人者。あの東京大学の松尾豊教授にお願いしております。またあの探究活動発表会ではですね、あの各校の生徒がそれぞれ探究活動のブラッシュアップと。に向けあのポスター発表であったり、またそれぞれあの探究的な学びにつながる作品展示。 また実演等の形式で発表会を開催していくということとしております。まあ、こうしたあの講演会であったり、また発表会を通じてですね、あの高校生一人一人の創造性をかき立てる学びの場のえを創出、ぜひこの機会にしていきたいというふうに考えております。あの発表生徒についてはあの不立一立の高校の代表の生徒が発表していくということでございます。またあのせっかくの機会ですので、あの中学生にもこうした高校の学びを身近に感じてもらえるような機会にも できたなというふうに思っているところでございます。以上でございます。上院員、まあ、はい、あの AI 研究の第一人者である松尾教授の講演ということですけれども、これどういうあのご関係でお呼びされたのか、そしてまた何を期待されているのかですね。これまでこれ高校の京都の高校とのですねあの関わりがこれ深い方だったんでしょうかね。菅野担当部長。 はい、えー、松尾豊教授でございます。本当にあの、今も申し上げましたが、本当にあの我が国でも第一人者ということで。あの、この A. I. 研究というのは、本当に最近の、あの話題ではあるんですが、本当に黎明期からですね。20年以上にわたって、この A. I. の研究をテーマに、あの、探求し続けてこられたということで。本当にあの、今回のテーマ、今回の取り組みにぴったりだなというふうに思っています。あの、本当に、この間ですね、生成 A. I. 等の活用も進んできております。あの、今後、こういった A. I. 人工知能が、本当に幅広い分野で。 重要な役割を果たしていくということが予測される中で、この AI っていうことについてはですね、あの今回まあいろんな高校生がですね、あの探求のテーマというのを発表するんですが、そうしたあのそれぞれのテーマにもあの関わりが深いものかなというふうにも思っています。本当に大きなあの可能性のある分野で、こうした中であの松尾教授の講演については、あの時代を担う京都の高校生にですね、さらに深い問題意識であったり、より挑戦的なモチベーションを与える機会をいただけるのかなというふうに思っております。 この人生にあたってでございます本当にせっかくの機会ですので我々といたしましても各分野の第一線で活躍される方にお願いしたいと考えていたところでございますこうした中で教育委員会としても今もこれまで関わりあったかということでご質問いただいていますが特にそういった関わりにかかわらず校長会等にも幅広くさまざまなご意見をいただいてきて検討を進めてきましたその上で松井市長にもご相談に乗っていただきまして あの松尾教授については、松尾市長の方からあの当たっていただいて、今回、快諾をいただくことができたということで、本当にあの素晴らしい方、お呼びできるということで、教育委員会としても大変喜んでいるというところでございます。 ま今回松尾市,松井市長のまごご人脈の賜物ということでございますけれども、これ非常にいい取り組みだというふうに私も思い思いますので、あのぜひともですね、あの発表した生徒さんたちがあの高校生活で大きな体験になったとそういうふうに実感ができるようにしてほしいなというふうに思います。そのためにはあのイベントを振り返る時間を作ったりですね、イベ,イベントに参加するだけじゃなくて。 自分たちがイベントを作り上げたり、まあ、盛り上げていけたりするような、まあ、そういった仕掛けを作っていただけたらというふうに思いますけれども、いかがですか。菅野担当部長 はいあの本当に先生おっしゃっていただくように本当にイベントだけで終わってはあの本当にもったいないというふうに思いますあのこうした中であの、まあ、松尾先生の,あのご講演の後にはですね政党を交えたパネルディスカッションということでこれもあの本市の特別顧問の鈴木寛先生にも来ていただいて、まあ、モデレーターという形でお願いしておりまして、まあ、より講演の内容を深めていったりまたその探究活動のさらなる進化に向けたご質等もいただけるのではないかというふうに考えております。あせてて探求発表ですねにについても本当に発表する それぞれの,あの発表の質疑応答などの時間にですねあの大学院生等のティーチングアシスタントであったりまたあの企業の方にもあの声かけもさせていただいておりますので休養関係者であったりまたあのそれぞれ参加する教員からフィードバックをいただくような機会もあのいただきましてですねそうした場面で今先生おっしゃっていただいたしっかりあの生徒自身がですね振り返る場面にもしていきたいなという,ふうに思っております併せてあの本当により生徒主体の取り組みになるようにあの各校からあの希望者を募ってですね 本発表会の企画運営を担う生徒実行委員会というのの立ち上げもこんなのも考えているところでございますそうした中でそうした生徒の意見なんかも取り込んでですね本当にあの生徒が主体的にこの取り組みにあの携わっていくことであの本当に発表の成功の一翼を担ってあのそうしたあのそんな運営に取り、えー、携わるような生徒の,あのそうした探究的な学びの機会にもできたらいいかなというふうに思っております。以上でございます、はいはい まあこれ今まさに審議をしているところですけれども、まあ、これ、議決をした場合、今後、どのような動きになるのかというのと、あのキックオフイベントというのは、その後、また来年度以降については、何かお考えはあるんでしょうか。菅野担当部長 ぜひごあごけついただきましたら今後も府市それぞれで特にやっぱり学校の意見も大事だと思いますので学校の意見を聞きながら今申し上げた生徒の実行委員会ということでそうした生徒の意見もしっかり取り入れていいものにしていきたいなといううふに思っております10月下旬頃にはそうした発表テーマであったり参加生徒の決定もしてその後大学であったり中学校の関係者であったり 産業界等にも、えー、幅広くあの案内をいたしましまてぜひあの12月のイベントの成功につなげていきたいなというふうに思っております。あの来年度以降につきましてはですねまたあのこれのこうした成果も踏まえましてですねあの、まあ、より有意なものになるようにさらに、まあ、大学企業等の連携を見据えてですねあの本市の産業観光局やまた、えー、総企画局等の協力もいただきながら府市であのより生徒の、えー、探究学習深まるような取り組みに 今後もしていきたいなというふうに思っております。以上でございます。長尾委員、今回のこの府市連携事業は、まあどんあの松井市長の就任が2月末で4月当初にはこのトップミーティングが合意されて、まあ大変素早い動きだというふうに思っております。 これは松井市長と、そして西脇知事だからこそ、このスピードで実現したものだというふうにも思いますし、先日も西脇知事が京都府議会で、子ども医療費の補助制度に関して、検討会議を立ち上げ、在り方を検討すると、そういった答弁があったところでもあります。教育の現場でも、子ども目線、そして子ども第一に考えていただいて、しっかりと府市で連携できるところは、連携していっていただきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 そして次にあの今回の,この補正予算としては、えー、ギガスクールの端末の更新等にかかる多額の経費がまあ計上されているところですけどあこれまでこれ、えー、ギガスクール構想に基づいて 児童・生徒1人、1台端末をはじめとする、まあ、教育現場の ICT 環境を整備してこられたというふうに認識しているんですけれども、まず今回、これ、採用された端末は iPad とのいうことですけれども、まあ、これ、もう少しあの詳細にですねあのなぜ iPad を選ばれたという理由と、まあ、リース契約にするこの理由をまずお伺いしたいと思います有沢総務部担当部長。 指定いたします。あの今回ですね、iPad にあの選定しました。まあ選定理由とまたあのリース契約に関するそのそれぞれの理由についてでございますが、あの現在ですね、あの今第1期のギガ端末につきましての OS につきましては。 普通学級については Windows をまた育成学級総合援学校については iPad を活用しているところでございますが、まあ、今回の更新にあたりましては、まあ、現状の成果と課題をです、ね、認識しながらです、ねまあ、その上で今後5年間使用できる端末を整備する必要があるとこのように考えているところでございます、まあ、そうした中今回の選定にあたりましては、まあ、実際にです、ね、活用されている先生方にもです、ねまあ、入っていただきまして各 OS メーカーを招聘しながら、まあ、説明会であるとかまた点 展示会そうした中で端末の使用検証などを実施しながら興味を協議を重ねてきたところでございます、まあ、その結果、まあ、iPad につきましては、まあ、高性能で、まあ、児童生徒が学習を記録したり発表しやすいことさらには、まあ、画面のアプリを選ぶだけで、まあ、カメラ等の、まあ、そうしたすべての機能を使えるそうしたシンプルな操作性でありますとかまたあの障害やまた発達特性への支援等です、ね、多様なニーズに対応できる、まあ、豊富なアプリを有していること さらにはあの故障しにくい堅牢性を有していることそして故障対応の際のですね 端末交換が短時間で可働である、まあ、こうしたこと、まあさまざまなあの条件がありまして、まあ、高い評価を得て iPad にです、ね、今回普通教師と育成学級総合進学校すべてにおいて iPad という形で選定させていただいたところでございますそれからのリース契約につきましてはです、ねまあ、第1期は国庫補助3分に加えまして残りの3分1につきましては新型コロナ対感染症対応の地方創生 臨時交付金をまあ活用できたということがございますので、まあ、実質本社の負担は生じなかったということで購入というふうにさせていただきましたけれども、今回の第2期につきましては、ですね、まあ、補助率、国の補助率は同様でございますが、残りの3分の1につきましては、あ,のあくまでも地方構税措置ということで、まあ、本市の財政負担を考えながら、ですね、まあ、経費支出の平準化を図るために、今回5年間のリスク役とさせていただいたところでございます。 今回、この新しい端末がアップルの iPad になるということで OS が変わってこれまでの使い勝手も大きく違うんじゃないかなというふうに私も思いますしまた使えなくなる機能ですとか授業上の支障はないんでしょうかね例えば教員さんがこれまで積み上げてこられた教材が使えなくなるというようなことはないんでしょうか。担当部長 はいあのー、現在の端末で,です、ね、主に利用してますあのマイクロソフト365でありますとかまたロイロノートデジタルドリルにつきましては引き続きですね iPad でもま利用可能ということでございますまあ、これに加えましてあの iPad の強みであるまあ基本性能のまあ 高さでありますとか、と先ほどお話ししました豊富なアプリケーションを活用した授業展開がまあ図られていく予定でございまして、まあ、授業上の支障はないと考えております。また、教員にとってもまあこれまで Windows、OS のまあ統合端末ということで学習系、事務系をまあ統合した端末1台で活用しているところでございますが、まあ、今回、iPad でまあ子どもたちが使用することになりますので、この iPad で、ま、あ 授業するということで、まあ、これは予備機を活用しているでございますが、予備機を活用しながらです、ね、iPad のまあ使用しながら、まあ、実際、iPad の操作に慣れる必要も一方ありますけれども、あの大変の画面上、シンプルな操作であることと、また、マイクロソフト、あのオフィスもです、ね、引き続き iOS 版で使用できますので、まあ、大きなコロナは生じないものとこのように考えているところでございます。 まあ今の現在の端末をですねまあ使おうと思えば使えるんじゃないかというふうふに思いますけどもまたこれあの使えるかどうかというご判断はいかがなのかというのとまたこれ交換した端末というのはあの廃棄をされるのかまた売却というのはできるんでしょうか。担当部長 はいえっ、ー、と現在の端末についてでございますが、まあ大半の Windows 10を使用しているということでございまして、あの OS の保証期間が来年の10月までということでございます。まあ継続するにはですね、ウエ Windows 11への、えー、アップデートが必要になりますけれども、現行の端末の性能がまあ。 まあ廉価ということで、それほど高くないということ。またあのアップグレードしてですね。継続使用することはまあ困難であることでですね。ま、来年夏の端末更新時にですね。あの納品と合わせて回収して適切に廃棄リサイクルを行う予定で考えております。また、あの排気か売却かというところでございますが、まあ基本的にはあの交換した端末。 つきまして、まあ、売却できるものは売却したいという考え方でございます。ただ、一方ですね。まあ、あの、この現行のギガ端末につきましては。まあ、四年以上経過する中で、まあ、経年劣化もしているところでございまして。まあ、資産価値が、まあ、ほとんどないということで、各事業者からも言われているところでございます。また、あの、売却の場合ですと、まあ、データの消去であるとか。また、回収運搬コストが。 買い取り金額を上回るあるいは相殺される程度であることが予想されるということでございますまたこれら費用負担につきましては廃棄の場合も同様でございますこうした状況も踏まえながら今回の入札に当たりましてはこれら端末につきまして引き取りを原則していまして 引き受け事業者におきまして、まあ、個人情報をさあのしっかりです、ね、削,除削除した上えで,です、ね、適切にリサイクル、廃棄等を行う仕様書で、まあ、しっかり明記していきたいとこのように考えておりますなおです、ね、まあ、このように、まあえー、納品地に引き取りを行うことで,です、ねまあ、廃棄にかかるコストをまあ減らしていくでありますとかまた、再資源化に伴うまあ事業者の利益が生じた場合はです、ねまあ、その分が落札額に反映されるものとこのように考えているところでございます。 なかなか経年齢化もあれということで難しい処分の判断になるかと思いますけどもこれ iPad の,の選定理由にこの故障率の低さそして端末交換が短時間という説明があったんですけどこれ現行の端末と比較してどのくらいその優位性があるのかどうかそしてまたこれ現行の故障率はどの程度でその故障の理由というのはまた何なのかというのとまたその際保護者負担というのが発生しているんでしょうかこれは。 沢総務部長総務部担当部長、はい、まず、故障率の低さ、またあの端末交換の短時間ということについてでございますが、ああ故障につきましてはまあ大半ですね。 えー、落下が多いというところでございますが、他、まあ、都市の情報交換であるとか、またあの各事業者からのです、ね、情報収集によりますと、まあ、iPad はまあ現行の Windows 端末に比べまして、故障率が低いということで聞いているところでございます。また、端末の交換時間につきましては、まあ、Windows の場合、個人の使用環境をまあ作るのに一定の時間がかかるということでございますが、まあ、iPad の場合ですと、すぐにあの使用できるようになるということでございます。 割りということでございまして、まああのまあ、先ほど言いました落下によることが、まあ、多いところでございますが、これはまあ全国的に同じ状況かというふうに聞いておいるところでございます。まあ、こうしたことからです、ね、次、まあ、期端末につきましては、あのえー、まあ各メーカーのほうそれぞれあのアメリカ国防総省が定めています、対障壁規格、衝撃 ビル規,、えー、規格をで準拠しているものが、まあ、多く、えー、されているところでございますが今回の本紙で採用します iPad につきましては本体に付随,付随しますそのカバーにかビル、ね、規格に準拠しているということで、まあ、落下によるまあ故障と改善されるものと考えているところでございますそれからの最後にあの保護者負担についてでございますが、えー、令和5年度のまあ故障台数はまあ約9000台ありますけれども、まあ、このうちですね まあ児童があの各ご家庭、ですね自宅等で使用に際しましてまあ社会常に照らしてまあ行為または過失があったものをえ令和5年度は発件ございますがこれについてはあの保護者の負担を求めているところでございますま。具体的な故障の理由としましては例えばまあお風呂でまあ端末を見ていて水没させたとかですねあるいはちょっとあの親子で、ま。あ 県側がありまして、感情的になりまして、端末を投げてしまった。まあ、こういった場合は保護者の方に負担をいただいているというところでございます。以上でございます。はい。まあ、なかなか小中学生に、あの、落下を注意するのは、まあ、もちろんなんですけれども。まあ、あの、防ぎようのないような場合も多々あるかと思いますけれども。あの、まあ、整備台数などは、あの、先ほどのご説明の通りですけれども、予備機のこのお考え方をお聞きしたいと思います。あの、現在は、まあ、予備機をこれ十分に確保できているんでしょうか。 有沢担当部長。 はいあの予備機についてでございます。まあこれまであの自動生徒数のまあ20%を超える約2万台をこの間まあ整備しているところでございまして、まあ現時点でもですね毎月300台程度の予備機がまあ学校の方で新たにあの活用されているところでございまして、まあ例は昨年8月時点でも現在まあ稼働率としてはほぼ100%に上っているという状況でございます。まああの引き続きですねまああの修理等でまた応を考えているところでございますが、もうあの先ほど だからお話し 経年劣化等で,ですね、まあ、あの故障も相次いでいるところでございまして、まあ、十分にあるとまあ言えない状況でございます、まあ、このためですね今回あの小学校1年生の端末につきまして、まあ、その他の端末はあの夏休みに整備を行う予定で考えていますけれども小学校1年生につきましてはあの OS がすぐに変わってしまうこともあるので年度当初に整備をしたいと考えていますそうしますとまあその分があの余ってきますのでそれをですねあの次の夏休みの交換時期までにです、ね 対応するなどです、ね、あのまあ、引き続き補償対応の方を図っていきたいというふうに考えています。なお、国におきましては、今回、の国の方針に従いまして、本心におきましての15%の予備費を今回、新たに整備をしていきたいというふうに考えているところでございます。 あの端末の更新については、本当、今後、円滑に取り組んでいただきたいというふうに思います。まあ、この端末というのは、あくまでもまあツールでありまして、まあ、どうやってこれ、子どもたちのためにまあ活用するかというのところがまあ重要であります。まあ、使えば良いということではなくて、まあ、どういった力を子どもさんにつけていくのか、そしてまあそのためには、どう端末を使っていくのか、まあ、そこを見極めながらになるというふうに思います。 あのまあ、先生の,あの教員の先生の知識次第のところもあるんですけれども、あの教職員の ICT 活用にかかるこの指導力向上のための研修の内容とかの,その充実については、現状の認識はいかがでしょうか福知指導部担当部長。 教員のいますまず本市の現状でございますけれども教職員の指導力ということで国の方が調査をしているものがあるんですけども例えば授業で使えているかとか子どもたちにそういう力をつける力があるかとかいうところでいきますといくつかの項目がありますが全てにおいて全国平均を上回っているという状況で堅調に推移しているかなというふうに認識しております。 具体的な研修なんですけども、まあ、こういった研修特にあの個人に任せるのではいけないというふうに思っておりまして組織的な取り組みが非常に大切だというふうに考えておりますえ特にあの各学校においてはですね ICT 教育の中心を担うギガスクール教育推進主任になりますとかまたそういった主任を補足する、まあ、情報教育推進主任というのを置いておりまして、まあ、こうしたものをあの 研修センターの方で読んで対面的な検証するでありますとかまた各学校のほうには校長トップとしてそういうチームを設けておりましてですねそうしたチームに対する研修を実施しているというようなところでございますまたこういう ICT 活用に特化した研修だけではなくて今の各教科とか領域とかそれぞれの教育活用に関する研修も実施しているんですけどもそういう時にも ICT を活用すればどう子どもたちにこう学ぶ意欲を高められるかとかどういう効,効果があるかということも踏まえてあの研修も実施しているというところでございましてそういったまあ,あの 縦と横と言いますか取り組みを進めていきたいといとううふうに思っておりますますたあの現場だけではなくて教育委員会の事務局、まあ、我々の学校指導課や創業教育センターまた情報化推進、えー、事務支援室を中心といたしましてですねそういった特に ICT に関わる中心メンバーと学校現場をつなぐですねそういうチームスという、まあ、そういうクラウドの機能を使いましてですねそういった中であの、えーまあ、より良い情報を共有する地営、まあの仕組を 出しバーとかを設けておりまして、そういったところであの最新の情報を発信しながら、よりお互いに高め合っているというところでございます。 ギガ、えー、端末の,この選定理由で、障害や発達特性への支援等、まあ、多様なニーズに対応できるということでありましたけれども、まあ、これまさしくこういった視点は、公、まあ、教育においては特に重要であるというふうに思います。まあ、これまで1期目の端末導入で、まあ、障害のある子どもたちや不登校の子どもたちへの支援に、どういった効果があったとお考えでしょうか。菅野担当部長 失礼します障害のある支援ということでございます、総合支援学校とそれから育成学級につきましては、本市ではこれまでから前回も iPad の方を導入させていただいております、先ほども操作性のこととか説明もありましたが、そうしたことであったり、また特に総合支援学校では、これまでから本当に、 あの先生方の研究会等も含めてこの iPad の活用についてはあのこのギガが入る前からですねずっとあの研究してきたあの計画もございますそうしたところでそのまあ総合支援学校の取り組みについてですねあのまああの生かすということで育成学級もあの支援の,あの対象としたんですが本当にあの例えば読むことが困難であったりまた書くことが困難だったというようなところでの,あのアプリの活用であったりそうしたところはあのこれまでの総合育成支援学校総合支援学校のですね取り組みが生かせたのではないかなと。 というふうに考えておるところでございます。あの引き続きえます、あ、とした取り組み進めましてですね。あの今回あの、えー、通常学級の方もあの iPad で入るということでございますので、そうした知見についてはしっかりあの広げていけたらというふうに思っておるところでございます。以上でございます。井上位。はい。まあさまざまな背景。はい。えっ、ー、と赤教育相談総合センター所長。失礼,失礼いたします。不登校の子どもたちへの支援に関しまして、えー、ご答弁申し上げます。 あのギガ端末等々が有する機能で不登校の子どもたちへの支援においてやっぱり有効なのは大きく2点ございます。1点目は通信機能により授業を配信することが可能となりまして子どもたちが自宅あるいは別室支援で見ることができる。もう1点は 学習ドリルが内蔵されていますので、子どもたちが自らのペースで学習することができる、こうしたあのところに非常に大きな今、効果を感じているところでございます。 まあ、あのこの、えー、コロナ禍を経て、ですね、まあ、あの民間企業などもそうだと思うんですけれども、一人一、えー、台端末が導入された学校教育の,このあり方も、まあ、見直していかなければならないかなというふうに思いますが、まあ、最後、ギガスクール構想の,この成果や課題について、ちょっと確認させてもらいたいと思います。 えとまあ児童・生徒のまあ情報モラルの教育の必要性の高まりですとか、生成 AI をはじめとするこの技術革新の本当に日々、見まぐるしく変化するこの社会情勢の中で、ギガスクール構想がまあ児童・生徒さんに与えた影響を含めて、現時点での,あのギガスクール構想の総括はえどういうふうに捉えておられるのかと、どういった力をつけてえいかれるんでしょうか。担担当部長担当部部長長 はい、えー、この間の、ま、総括ということでございます。あの、ちょっと繰り返しになりますけれども、令和2年度の後半、小学校6年生、それから中学校3年生、先行どうにいたしまして、実質、えー、令和2年度末に全員の端末を確保したということでございまして、3年度からの本格実施ということで取り組んでまいりました。この年間、特にあの、公教育の新しいツールと、今先生おっしゃっていましたが、ツールということでですね、えー、 取り組みの進めてもありまして、学校現場と教育委員会連携してですね、積極的な活用を図ってきたところでございます。特に学校での活用状況ということにつきましてはですね、まあこれも全国調査があるんですけども、まあほぼ毎日活用している学校の状況とし,しましてはですね、小学校、中学校とも本市はあの、他の精霊者や大都市を埋まれる実績があるというところでございまして、取り組みは進んできたかなというふうに思っているところでございます。特にまあ今の先ほど答弁であの、困りを抱えた子供でありますか不登校の子供の部分もございましたけども、授業の中でも例えばですけども、 実技強化であればその動画を撮りましてそういう見本を子どもたちが自由な時間で見返してですね自分の技能を高めたりまた自分の動画も撮ってお互いに意見交換したりということもできてますし日々の授業でも先生が授業の様子をクラウド上に記録を残しておきまして振り返りに使ったりとかまたこれまで手を挙げていないと発表できなかった子どもがそういう。 意見表明をこう、えー、自分で書きましてですね、それを同時に、えー、みんなの意見を共有することができてですね、お互いのこう考えていることを理解し合ったりとか、深めたりということも進んできているかなというふうに思っています。また、あの、帯学習とかでもですね、デジタルドリルを活用して、まあ、一人一人に応じた学び、そういった個、えー、に応じた学びと、それから共同的な学びという両面での取り組みを進めてきたところでございます。あの、一方でですね、あのまだ子供のがこの実感として十分、えー、この有効活用、 え、肌で感じているかというところについては、まだ課題もあるかなというふうに思っておりますし、先生ご紹介ありました、生成 AI でありますとか、様々なデータ活動、また情報モラルの部分についてもですね、より一層取り組みを進めていく必要があるというふうに思っております。我々といたしましてはですね、あの、この端末活用によりまして、子どもたちにできることは非常に拡張してきているというふうに考えております。特に、あの、子供のこの学習権、子供が、あの、 学ぶ、この権利の保障の拡充にもつながっているというふうに考えておりますし、えー、こうしたですね、えー、有効なこうツールをこれからもよりそう、えー、活用を進めましてですね、えー、子どもたちがその 様々な教科の概念を深く理解したりとか、何よりも社会に来てからやっぱり自ら学んでいく力をつけていくということが必要かと思いますので、この端末も活用してですね、自分に応じた学び、また自分の興味、関心に応じた深い学びをできるような力を学校教育を出てからもですね、そういった力の基礎を築けるような形で、これからも活用していければいいかなというふうに思っておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。 それでは進行いたします。大津院、大津院、え私。 したもうあのギガ端末についいてての,あのご質問したいと思っておりますあの第1期整備のときはあの、第2期のときは本当に国から補助が降りるのかというのが分からない状況で、まあ、大変あの不安に思っておりましたが、えー、それも、まあ、無事出るということも含めて、ですねそして、まあ、今回、先ほど説明ありましたが、まあ、リース等々のおおお購入との比較検討をした中で、えー、少しでも、まあ、あの価格を抑えながら、しっかり、えー、自動に端末を渡す ということができて、それ自体は非常にあの、うん。 良かったなというふうに思っております。その上で、あの、私もですね、このギガスクール構想の、まあ、あの、要はこの端末を使った、あ、事業についてですね、これやはり、今回も、本市負担でも18億という、非常に大きな、お金をかけているわけですので、やっぱり教育現場で、できるだけ、効果を出していくように、まあ、あの、努力していかなければいけないというふうに思っております。 で、まあ、先ほどあの、ギガスクール構想の、まあ、これまでの総括ということで、えー、評価をお話しいただきました。で、私もあの、小学校の子供が二人いますんで、まあ、あの、学校ごとに取り組みも多少違うとは思うんですが、まあ、子供と世間話も含めてですね、このギガ端末の話結構振って聞いてみたりします。で、えー、上の子今小学校六年生ですが、 学校でなんかプレゼンする資料をですねギガ端末で作って、まあ、家でよは宿題で作っているのか自主的に作っているのか分かんないですけど作って明日これ発表すんねみたいな話をしててですね、まあ、あの非常に慣れ親しみながら使ってるなという感覚があるのはあるんですで私もでもちょっとこう話をしながら整理をしていると やっぱりその子供が、要はデジタル機器になれたりとか、この ICT を使いこなすという意味での、私はの活用は、あの、比較的進んでいってるなと思うんですが、一方で、まあ、先ほどはちょっと、あの、うまくいってる事例もご説明ありましたが、これを使って、例えば、えここ、あの、教育デラックスビジョンでも書いてますが、例えば、その、個人が、 例え、ま、た学びの遅れた個人に対して、え、今までの教室で一括でやる集団教育の、ま、デメリットを補うような使い方であったりですとか、あと、ま、教育データの利活用という形にされてますが、例えば、児童生徒の学習履歴データの活用によって学習を自己調整していく。ま、こういうところに至っては、まだちょっと、あの、頼りないところがあるのかなというふうに正直思っております。で、ま、先ほど、 子供が実感できているかどうかはまだ課題ありますという話がありましたが、まあ、うちの子供もですね、まあ、ギガタン、あの、楽しいし使うとは言ってるものの、じゃあ、あの、授業がどれぐらい変わったかというと、まあ、そこはそんなに実感がないなというのがありまして、ええー、まあ、先ほどおそらく成功事例で言っておられたのは、あの、全校の中でうまくいった事例を言っておられると思うんです。じゃあ、これが横展開できないのかとか、えー、もしくはその学校で、 え、やっぱりこういう使い方をしていったら効果的だよっていうのが、んー、なんからどの子、どの学校でもどの生徒でも、まあ受け入れるようにならないのか、という思いがありまして、まあこれを、あの、これまではね、充実期ということで、まだ導入して、え、間もなくだったんですが、これから、まあ第2期のね、あの、購入に入りますし、え、教育、DX ビジョンも令和5年から7年ということで、え、この3年間でやっていくということなので、まあこのあたりはちょっと課題を感じておりますが、いかがお考えでしょうか。 担当部長。 ただ、えー、一人一台端末を活用して事、まあ、業改善事業の充実というところを、まあ、どうこれから進めていくのかというご質問かというふうに理解をさせていただきますあの先ほども、まあ、井上先生のご答弁で、ね、申しますしけども、まあ、子どもたちがこの ICT 活用を ICT 機器特にあの一人一台端末を活用して自分たちの学びが充実しているというふうに感じているかどうかというところもさっきの全国調査等の中の質問として出てくるわけですけれども、まあ、このあたりの,この子どもの実感としてはです、ね、まだあの全国平均並み、まあ、政令市と同じの、ね 同じようなレベル、まあ少し高かったり低かったり項目あるんですけどもまあ、そういったところで、またあの本誌が飛び抜けてそういったことが子供ちにできているという状態ではないということで、先ほど課題ということで申し上げさせていただいたところでございます特にその事業改善をどうしていくのかということにつきまして。は、この？ ICT を使いまして、まあ、先ほど委員ありましたけども、子供たちのこれまで、まあ、学びがですね、まああの、学生博以降150年間、まあ、教室の一斉授業ということで取り組んできたわけですけどもお、それがこの端末も活用しながらですね、一人一人のこの学ぶペースも踏まえながら、あ自分たちのお進捗に合わせて学んでいけるという環境が作れるということが、まあ、一つ大きなあ利点かと思っておりますし、それにつきましては我々のお 本心におきましてもですね、まだあの研究途上ではありますけれども各学校の方でそうしたまああの自由振動といわれるような事、まあ、業の進め方でありますとかですね、えー、他の,その子どもたちの学び合いお互いに教え合ったりとかいうそういった取り組みの研究でありますとかいろんな形のた、えー 実践事業を今進めていいるところでございます特にあの国の方が、まあ、昨年度から実施しております、まあ、リーディング DX 事業の指定というのがあるんですけれども、まあ、全国で100か所ほど指定されておりまして、まあ、あの学校生な二200校ほどが指定を受けているんですが本市の中でも2年間、えー、1つの中学校ブロック1中学校と2小学校で指定を受けまして取り組みを進めているところでございます。まあ、こうしたの先、えー 研究システムの取り組みを踏まえまして、ですねしっかりその、えー、先ほど申しましたいろんな研修の機会を通じながら、事業改善の分についても、横展開をしっかりしていくことが、まあ、今後、より一層大事かと思ってますので、取り組みを進めてまいりたいという,うに考えております。 はいろいろ当然あの、工夫して取り組んでいただいているのはそうだと思っております、であとはあのやっぱもこの教育の議論のときはいつも思うんですがやっぱスピード感が大事だなと思ってまして、というのは子どもはどんどん大きくなっていきますので、えー、3年経てば中学生は卒業しますという中で、で今回もこの令和5年から令和7年の、まあ、京都教育 DX ビジョンというのを掲げていただいていますが、まあまあ、5年ももう,もうあの半分終わっていて、あと2年半ほどで一応、このビジョン のどこまでいくかということだと思うんですね。で、例えばえー、令和6年にはどうなって、令和7年にはどうなってっていうようなのが、やっぱ見えてこないといけないなと思ってまして。その例えば今やってる。令和5年の。 えー、行っている、まあ、特にいい取り組みというものがあったときにじゃあそれは令和6年には他の学校にもある程度こう伝わるような形で何かこう仕掛けができないのかとか、えー、令和7年が終わった段階ではじゃあどういう状況になっているのかということがあのなんとなくのこうビジョンは見えるんですけどその時の到達点がこういまいち見えてこないところがあるんですが例えば令和5年6年7年の3カ年で、えー、どういう段階を追ってどういう状態になるかというのはこれはあの 教育委員会の中では、ある程度、3つ指示があるんでしょうか担当部長まず、各学校の横展開ということにつきましては、これもあの現時点でもで、常にあの一定の段階で公開事業とか、公開の研修等を実施しながら、各学校に発信をしているところでございますので、そういった取り組みを引き続きしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。でえー 目標の数値、まあ、7年度前の数値ということで、具体的に何前ということでは、あの我々も設定しているわけではないんですけれども、そんなことやっぱりあの子どもたちの実感についてはです、ね、しっかりとあの例年の調査の中でも向上していくようにです、ね、取り組んでいく必要があると思ってます。で先ほど、まああのえー、毎日活用したりとかです、ね、持ち帰りの状況におきましても、非常に高い割合であるんですけど、まだ100%ではないということについては、まだ課題もあると思っておりますし、それは100%ではないということは、 逆に言いますと、まあ、教員であったり、学校による差があるということの裏返しかと思っておりますので、そういった部分はできる限り、まあ、各学校の事情もありますけれども、あの、各学校で同じような条件,条件というか、状況の中で子供たちが活用できる環境を整えていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 えー、これ、これ、例えばの話なんですけど、まあ、あの、従来の授業っていうのは、おそらく黒板に、え、先生が教えることを書いてですね、えー、わかりましたかあの、わかった人手挙げてくださいみたいな形で当てたりしながらやっていくと。まあ、この、この授業スタイルを別に私否定するものでもないですし、それはそれであっていいと思うんですが、一方で多分このギガスクール構想の、あの、想定している議論の中で、えー、例えばあ、端末で情報を見て、えー、それをもとに、 ディスカッションをしてみたいなことが想定されて、まあそれを先生がちょっとファシリテートするみたいなこととかっていうのは多分想定の中にあったと思うんですが、例えばそういう事業が、あの、行って、例えば1週間にこれぐらいはしていくとかっていうような、なんかそういうやっぱ設定をしていくことって大事かなと思うんですね。で、あの、 使ってるか使ってないかで、一日で使ったことあるかないかというと、やっぱりその使い方の差もあると思いますので、やっぱこういう事業がこれぐらい行われてるとか、こういう使い方が、ね、事業の中で、えー、これぐらいの時間、活用されてるとかってまあそういうところに踏み込んで、やっぱりあの目標を立てていくべきではないかなと思いますが、いかがでしょうか。部長まずあの 各教科、各単元、非常に、各教科、各領域、非常にさまざまな単元がございますし、こ、まあの,の学年による理解度、認知の違いもあると思います。で、現時点ではですね、まあ、最終的にそのな、えー、どの単元で、例えばそういう自由進度的な、単元内での自由進度学習ができるのか、どの教科ならこういう取り組みができるのか。 というところを、ですね、先、え、ほ、ーまあ、どリーディングも含めまして、それ以外のまあ本誌独自のまあ研究室も含めて、えー、今、ノウハウを蓄積しているところかなと、それをなくして、なかなか数字だけを目標に持っても、えー、空回りするというか、上昇するかなというふうに思っておりますので、まずは、あのこの令和3年以降、その本格活用ということで、まずはしっかり活用しようということで、取り組んでまいりました。で 取り組み、まずは慣れないことにはですね、有効な活用も見えてきませんので、まずはしっかりと慣れて、あのえ便利になるということを理解すると。それと並行して今、今申しましたような事業の中で、どういう場面ではこのギガ端末をより有効に活用できるかということを今研究を重ねてますので、そうしたものをしっかり蓄積いたしまして、えー 本市の、まあ、小中一貫教育の理念も踏まえまして、小中ともにですね、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい、えわ、ー、かりました。あの、まあ、私も、あの、なんか、これで数字を目標に置くのは結構難しいと思いますので、あの、数字ありきではないと思いますし、逆に、今のおっしゃるんであれば、えー、こういうところやったらあ、使えると。 いうものを取りまとめるのを例えば令和6年度中にやるとか、令和7年度にはそれを実施するとか、まあ多分そういう目標を立っていただく必要があるのかなというふうに思います。あのまあ非常に難しい取り組みだとは思いますが、あの引き続きよろしくお願いします。以上で終わります。はい、えー、それでは進行いたします。増賀衆院。よろしくお願いいたします。あ、委員長。 よろししくお願いいたします、えっと、あの私からも教育 DX 推進について、えーまあえー、質疑します、で今年度は2024年度から2029年度までの、えー、22億2900万円の債務負担行が設定をされます、で予備の16%のパソコンを含む9万7000台、えー、総額54億円のうち国庫負担分を除く京都市。 負担18億円ので京都市、単費負担として AC アダプター1億7000万円フィルタリング対策2億4400万円との打ち上げであります、であの今回かかる費用、まあ、全国どこでも同じように必要というふうふに考えられるわけなんですけども、まあ国全体においてその本体の国庫補助以外の3分の2以外の部分ですね財政措置はどのように講じられるのかということと あの先ほど、ですねあの大体あの京都市のこの間の,あのえ配備されているパソコンですけれども、2割ぐらいえ損耗しているという話があったんですけれども、今回16、16%の予備率というのは、どのように評価されているでしょうか有沢担当部長、はい、まずあの、残りの3分の1分について、まあ、前回は、先ほど申しました、まあ 国の臨時交付金を活用してですね、まあ、全額実質国負担ということができましたけど今回はですね、あのこの3分の1についてはまあ地方財政措置の対象ということで地方交付の支援ということでございますあの、まあ、特定財源にはならないということで、は、で実質的にはですね、あの本市のまあ負担ということで、まあ。ま かなり財政的な負担も大きい中でですね、今回はあのリスク契約。ことで,ですね、まあ、負担の平準化ということを図っていきたいと、このように考えているところでございます。それから、あのう。えー、今回まあ、故障については約2割ということでございます。で、あの国の方で、まあ、今回定められています15。十五の考え方としましては。まあ、これまでの各、あの自治体の故障の状況でありますとか。今回の、あの各、その時期端末、それぞれ o. S. のですね、まあ、堅牢性を増していく。 ているという状況も踏まえながらですね、国の方で15%とまあそのあたりを判断しながらされたきたものというふうに考えております。まあ国の方でもですね、十分な予備機をですね、各自治体の中であのあの整備していくことということを国の方も、えー、言っているところでございまして、そしてあの国の考え方に基づきまして、まあ15%今回予備機ということであの整備をして図ってきたというふうに考えております。以上でございます。加西委員、あの。 3分の1の京都市の負担分のこととの兼ね合いにもあるんですけれども、一台今度、あのパソコンを、えー、Windows から iPad に変更されるということで、まあ、単価が4万5千円から5万5千円ということで、まあ、1万円引き上がると、まあ、この3分の1というのは京都市の負担というふうになるわ,わけなんですけれども、まあ、そういったことを、この費用負担とか、まあ、いろいろ考えますと、ですね、まあ、これ実質京都市の負担も増えるわけなんで、 私自身で言ったらその,、えーまあ、その分がですね、例えば学校の先生の増員とかに使えるのであれば、えー、そういうこと,とも含めていろいろ判断していく必要があるかなと思ったりするということこの点はどうかということとあとですねあのちょっとこれは資料でお願いしたいんですけども このお iPad に変更するというふうにしたあの根拠になるその、えー、と選定委員会ですかね。その、えー、中で、まあ、どういうメンバーで選定されたのかということと、えーまあ、その選定のに比較検証された中身があると思うので、まあ、それらわかりやすくした資料をお願いをいたします。後でお分かりお願いします。で、えー、それで、えー、いうことなんですけども、えーとまあ、これちょっとその、まあ、この、お 端末にお金をかけるのかあの、やっぱりこの学校の先生の配置を増やすとか、サポートする先生を増やすことにお金をかけるのかということも含めた検討などはあったんでしょうか有沢担当部長、はい、まずあの、4万5万五千円からまあ5万5万五千円に上がったというところにつきまして、やっぱりあの今回あの、の さまざまな物価高騰等も踏まえながら、かなり各メーカーの方もまあギリギリの中で,ですね今回、整備されているというふうに聞いております、特にやっぱりあの先ほどからもお話ありました故障率が非常に高いということで、どのメーカーもですね今回かなりですね強度をまあしながら、堅牢性を増してきた、まあまあこの間、故障に応じてですねそれぞれやっぱりその故障のたびにですねそれぞれ先生方の方もね負担が増えてきたという状況もございますま。故障が減ることによる まし、あ、て、ま教員の負担というところも減ってくると思いますので、より安心して,して利用できる環境というのが、学校もまたご家庭の中でもあるかなと。このように思っているところでございます。それから、2点目のあの会議のメンバーについてでございますが、やはりあのえー、まあ、ギガの最初のですね。第1期の時にはですね。まあ、基本的にあの標準仕様書に基づいてですね。この間進めてきたところでございますが、例えば実際に学校で使ってみた時のですね。まあ あの使いやすさ子どもたちの使いやすさであるとか例えば端末が故障した時にすぐに取り替えられるのかそれからあの繰り返し言ってますけど端末の堅牢性こうしたことっていうのはなかなか実際に使ってみないとわからなかった学校ここで実際にまあ演歌 授業活動する中で分かってきたところままでございます、まあ、こういったとこが特に学校の中でも問題になってきているところでございまして特に今回はやっぱりあの実際に使っている先生方にこの会議として入っていただきながらより先生方が使いやすい環境そして子どもたちに教えやすい環境そうした中で、えー、ど,どの端末をどの OS を使っていいのかということで今回の学校現場の先生方も中心にですね今回あの この会議に参画いただいてその議論を重ねてきたところでございます以上でございますあの先ほどまあ総合支援学校でまあうまいあの使ってなかなかうまくいっているんだという話があったんですけど総合支援学校って結構やっぱりあの通常の学級と違って。 手厚いサポートの中でやられるということで、ちょっとやっぱり通常のクラスでた,たくさんの人数の中でやるのと、ちょっと事情が違うんじゃないかなと思うんで、また資料を見させていただいて、判断したいなと思うんですけど、あとですね、これやっぱり、あのこの今回、外、え、貨、ー、端末ですね、パソコンを更新するということで言いますと、この使い方っていうのは非常に重要な課題だと思っています。で えーまあ、今でいうとです、ね、あのデジタルドリルが一律に導入されまして現場からはです、ね、学校単位とか学年単位で購入するかどうか自主判断させてほしいという要望が出されておりますで、えー、教育効果を考えると紙のドリルは必要だということから保護者が二重に負担せざるを得ない状況がありますでデジタルドリルを使うか紙のドリルを使うかっていうのはあの現場が えー、教育効果を考慮して選択できるようにすべきであり学校や学年あるいはクラスの教員の方針以下に関わりなく一律にデジタルドリルなどの,このアプリというんですかね、まあ、その購入し仕入れるやり方というのは改めるべきではないかというふうにまあ考えます、まあ、その点でですねこのギガ端末パソコンにおけるあ学校におけるですねパソコンにこ,う、まあ、どこのソフトの運用も含めてお考えはどうでしょうか。 学校現場における医学端末の活用ということで、まあ、デジタルドリルのことも含めてですけれども、まずあの、まあ、先ほどもあの、えー、人へのお金か端末のお金かみたいなお話もありましたけれども、とまあ、我々あの先ほど、えー、井上先生やまたあの大津先生のご質問を答えましたが、一人一台端末があることで、えーまあ、例えば、常に子どもたちが持っているということで、えー、子どもたちがその自分の学びを高められると。 動画を撮って自分でやりりたたい時に見直したりとか例えばあの、えー、事例として書くことが苦手な子どもってやっぱり普通学器もいるわけですけどもそうした子どもでも書かなくても自分の発,音をあ発言を音声で撮ってそれを先生に提出することでしっかりと自分の意見表明ができているとか、えー、絵を描くのが苦手で観察理科の観察苦手な子ども例えば写真を撮って記録を撮ることで自分のお、まあ、好きな花の変化とかを見とれるとか。 これは一人一台しっかりあることによって成し得ている教育効果でありますし、我々あの、今、自分たちの取り組みが100%いっているとまで申し上げませんけれども、そうした一人一人の学びの充実ということの短所は確実に現れているというふうに認識しております。それがつまり、子どもたちの学習権の保障だと思っていますし、そこにしっかりと予算をご承認いただきましたらより充実をしていきたいというのが我々の基本的な考えでございます。 同様なことでございまして、AI 通りにつきましてもですね、えー、全市一斉に導入することによって、保護者を多分かなり、えー、レンガに抑えて、えー、導入してますし、えー、それが、えー、子供たちがかい家庭に持ち帰ったりとか、まあ、学校の休み時間とか、あ放課後とかあの、いろんな場面で使いたいときに、えー、使える。またあのデジタルですので、神と違いましてあの、例えば小学校6年生でも3年生とかの時のこの算数ちょっとわからへんなというときに振り返ってそれがまたできるとか、そういった学年を超えてですね、えー 端末にありますので、そういったこう学び直しでありますとかもできますし、さらにちょっと進んだ学年のことを見てみようかなということもできると。それも一人一人の子に応じた学びの充実かなと思っておりますので、そうした意味でできる限り同じ環境、まあ、保護者負担を言っていただくこともありますけれども、そうした効果として考えられる部分については、同じ環境を整えて子供たちに提供していきたいというふうに考えているのは基本的なところでございます。以上でございます。 以前の過去の議論の中でもやはりその神に書いてまあ計算したりとか神に書いて漢字を覚えるとかいうことも含めて非常に大事だということで教育委員会の答弁の中でもやっぱりその神のドリルというのの必要性呼ばれていて。 これは現場でもやっぱり紙のドリルっていうのは特に低学年なんかはやっぱり必要ですという話があるわけですでただ、現実には保護者は低学年であろうが高学年であろうがデジタルドリルということで600円でしたかね払わなければいけないで紙のドリルも600円払わなければいけないということでやっぱりちょっとそれはあの、まあ、二重の負担になっていてですからやっぱりちょっとその、えーまあ、学年とかあるいはその学校とかいう単位でまとまった単位でまあ判断できるようにすることができないものかなと。 いうふうにまあ思うふに思んですねですから、えー、その別にあのこう使う必要のないものは別に買うわけ、必要ないわけで、まあ、全市である程度の,、ねあのうん、学年以上とかあるいはある程度の学校が必要だといったら、一応それはそれでまとまって購入できると思うので、それはこれくでもあの事業者との交渉で、えー、なる余地があるんではないかというふうに思います。と、えー、いうことですね、それからですねあの、まあ、今回あの、新しい端末に切り替えるということなんですけれども、 まあこれあの、小学校のテストについても今後導入するパソコンによってですね、実施する、施行するというふうにお聞きしてるんですけど、あの、低学年の子供も,も含めて、一律にパソコンで入力する方式でテストするのがほんまに適切なのかと、ちょっと大変危惧します。で、単にですね、学年の以下にかかわらず、その学習の遅れのある子供にとっては、ハードルが非常にた高くなるんじゃないかと。 あの分,か分からない問題、まあ、テストがあ,のあって神、まあ、であればですねバッと見てですねあの、えー、あここ分からへんけど次飛ばして答えようとで後になってちょっ,とあのちょっと時間余裕あるからここもとい,い,いでみようかなとかあのこの感じ思い出せへんかったけどどうしようかな。あ この感じかなちょっと最後の、最後まで粘ってね、子供たちは答えるわけです。そういうことが、あの、紙のテストでは今実践されてるわけなんですけども、デジタルだと非常にまあ、操作慣れたらできるというふうにおっしゃるかもしれないけど、やはりそこは非常にハードルが高いんではないかなというふうに思うんですね。 で、特にその授業に使うだけじゃなくて、そのテストにまで使うというのは一体どうなのかなというのは率直な疑問がありまして。まあ、現場の方からそういうちょっとお声聞いています。まあ、懸念が上がっております。この懸念についてはどうお考えでしょうか。口担当部長。あのテストの、まあ、えー、パソコンで端末でという、まあ、あの国の方も。お 特に全国学力学習状況調査につきましては今後 CBT 化と言っても呼ばれていますけどもコンピューターベーステストということで移行していくという方向も示されておりますし子どもたちには6年生で全国調査も受けていくと中学校で受けていくということになりますのでそうした段階ではしっかりと対応できるようなスキルについては身につけるように。 え、取り組んでいきたいというふうに考えております。で、それにつきましては、その、何年生からどうしていくのかということについては、当然、え、慣れもあると思いますし、必要なことについては、しっかり検証していきたいというふうに考えております。また、先ほど、あの、え、デジタルドリルにつきましても、その、書くこと、まあ、含めて書くこととの、え、の、ご紹介がありましたけれども、我々としても、その、必ず全てを、え、端末で、デジタルでということで取り組んでいるわけではございません。大事なことは、子供たちがデジタルを活用するのがいいのか、 それか、えー、ノートなり手なり、えーまああの、教科書もこの紙の教科書をしっかり調べるのがいいのか、えー、インターネットで調べることがより深まるのかということを自己決定していける力をしっかりつけていくということが非常に大切かと思います、えー、そうした意味で必ずその紙かあ、えー、デジタルかの二の者択一ではなくて、えー、常にその一番有効な方法でこの人が学べるということを、まあ、授業の中でも実践していくような取り組みをこれ今後も進めていきたいと考えております。 今のお話を聞いているとその全国学力テストがそのデジタルのテストになっているからそれが中学で実施されるからそれに備えてスキルを鍛えなければいけないというのはおかしいんじゃないかと率直に思います。その全国学力テストの目的というのはその全国学力テストで点数を取ることが目的なんでしょうか。 そんなんやったら、別にそんなテストはいらないんじゃないですか。もともと私その一律テストよりは、学校の先生方が必要だと思ったテストをやって、自分たちがやった授業が定着してるんかどうかとで、子供たちにどういうふうなテストで自己点検してもらったらいいのかということを、先生方が判断した中身でやるのが一番いいとい、もともと思ってるんですけど、今の話で言うと、全国学力テストがデジタル化するから、それに合わせて、京都市の学校のテストを、 まあいつどこの学年からか分からんけれども、デジタルに変えていくんだと、ちょっとその現場の実情とか、子どもたちの発達、無視した議論じゃありませんか。口担当部長全国学力学習上調査が CBT がするということはまあ方向として決まっております、その中でこのたちがまず ICT の活用に慣れて、そうしたところにしっかりとあのご自分の力が発揮できるということを身につけさせることが非常に大切かと思います。そうすすることによってですね そのテストの結果を振り返って自分の到達条件を含めて確認ができるというふうに考えておりますそういった意味で何年生からどうするかというのも今後ですけれどもそういう全国のそういう調査に応じた対応も本市にもしっかりと取り組んでいくことが必要かとうふうに考えているところでございます以上でございます野 まああの全国のその学力テストに流されて京都市の教育を決めるんじゃなくて京都市にいる子どもたちの実情に応じて学校の現場の先生が医療施行錯誤されるとそれを後押しされるのが皆さんのお仕事だというふうに思うんですでそれでええ、えー、と何でしたでししたょうか予算に関連する質疑で関連して質問させてもらいますということでやはり私はですねあのこれ まあこれ、それを、こういう取り組みを前提に、まあ今回、あの、まあギガ端末導入するんですけど、私はね、あの道具として、こんだけもう家帰ったら、スマホとか携帯、えっ、ー、と、えー、パソコンもいっぱいあって、 デジタルディバイスがそこら中に溢れていると。社会出たらもう絶対それ触らなければいけないと。そういう状況の中で子どもたちが ITC になれて、あるいはそのリテラシーを学ぶっていう非常に大事なことだと思います。でしかしそれと、その教育っていうのはまた別の議論だというふうに思うんですね。ですからやっぱり私はちょっとその辺で、その学力テストに合わせて、京都の教育を変え、変更するんじゃなくて、現場から考えていただきたい。まあ、このことを要望しておきます。それと、その、えっ、ー、と、今回あの、 えっとですね、あのーまあ眼科のお医者さんなんかの,あのデータとか見,てあのあの見解とか見てますと、まあ、外界の光が、まあ、映る紙を見るのと自ら発光する電子端末を見るのとでは目の負担が全然違うという指摘があります、まあ、あのデジタルデバイスを見るときの姿勢も非常に重要だという話も、まあ、書かれておりました。ああるいはですね、あのー 低学年であれば1日1.5時間で高学年であれば1日2時間以内に抑えた方がいいということも、まあ、私が読ませていただいた先生の,あの文章には書かれておりましたで、えー、今で現状で言いますとねやっぱりその子どもたちが学校から帰った後とっていうのはやっぱりどうしてもねあのテレビとかよりはむしろインターネットとかあのそういうデジタルデバイスと触れる時間が非常に長いのでそういう社会の変容子どもたちの生き方の変容暮らし方の変容 ということを考えると、やっぱりその学校でもそのデジタルデバイス時間をに触れる時間というのは、一定その、もっと発達の観点からあのどれぐらいにするかっていう,もうあの、適正な時間を取るべきではないかと思うんですけど、この点、いかかがでしょうか有沢担当部長。 あの目の健康によるまあ影響についてでございますが、まあ、あの国の方でもですねあの、えー こうした状況も踏まえながらですねあの子どもたちの目の健康を守るための啓発資料等もされているところでございまして、まあ、こうした資料を基づきながらですね各保護者の方々にもですね、えー、例えば、ご家庭でのルール例として、まあ、部屋の明るさに合わせてですね、えー、端末の明るさを調整したりですね正しい姿勢でですね目と端末の距離をですね例えば3 0ンチ以上空けるとかですね30分に1回はです、ね、20秒 以上ですね、画面から目を離して、まあ、できるだけ遠くを見るなど、目を休めるということをまあ推奨させていただいて、それに基づいてまあ学校の中でも進めさせていただいているところでございます。またあの、特に深夜の利用等もまあ気になるところでございまして、えー、例えばあの夜間の閲覧の制限をです、ね、小学校ですと9時から6時、中学校でしたら10時から6時という形で、そういう形で制限させていただいて、まあ、あの目の健康にも配慮しながら取り組みを進めさせていただいているところでございます。以上でございます まああのこれデジタルデバイスをやっぱり教室に持ち込む以上はそういうちょっとその教育の専門家だけではなくてそういう目とかあるいは身体についての専門家も含めた しっかりとした検証がやっぱり必要だというふうに思います。あの、先ほど、一定の、あの、総括の話ありましたけれども。そういうちょっと総合的な、検証の場というのがあるのかどうか。で、ないのであれば、しっかりと、まあ、今回、あの、国式金の更新を機に。された、どうかと思うんですが、いかがでしょうか。口中担当部長。 まあ今あ、先ほど有沢から申し上げましたの目の健康も含めて、ですねえそういうまああの健康面の影響についても、会議ということではあのございませんけれども、あるいの,の体育健康教育室の方で、しっかりと専門的なあの学校医の先生方の意見も聞きながら、学校指導課とも連携して通知文を発出したりとかしておりますので、ですねそうした部分は引き続き留意して取り組んでまいりたいというふうに思っております。あとちょっとあの重ねてになりますけどもあのえ端末を活用してあの、えー 国のデジタルによるテストでございますけれども、テストはあくまでテストでございまして我々でもデータ上で例えばさまざまな課題等が送付されてきてそれをデータル上で考えて返していくということはもう社会に出て当たり前の時代でございますテストだからやるのではなくて子どもたちにも神だけではなくてそういうデジタル上でも自分の意見をしっかり書いて課題を考えて 発信できるという力をつけているという意味でも、さまざまなツールでの取り組みというのは非常に大事かと思っていますので、我々の思いとしてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。 まあ、あのテストの時の子どもたちの心境なんか私紹介をしながらお話ししましたけどなかなか皆さんのとこ届かないと思うんですがぜひ皆さんも自分たちが子どもだった頃なんかも思い起こしながらそのテストっていうのはどういうものだったのかということを考えていただきたいというふうに思います。でそれとあの、まあ、ちょっとあの体育健康室の方でしっかりと専門家の意見聞い,てる聞いて通達出してるから大丈夫だとおっしゃってますけど。 やはり私はやっぱりそういうい教育委員会がセクションそれぞれバラバラでなんかそれぞれにやってるんだっていうのではなくてもうちょっと総合的にきっちりとあのそうう検証する場を持たれた方がいいと先ほどテストに対応して。あのえ デジタルテストに対応、国のデジタル、デジタル統一テストですかね、学力テストに対応しなければいけないから、デジタルのテストを子供たちにやるんだっていう話なんかが飛び出してくるっていうのは、はそういうちょっと総合的な検討がないからそうなるんで、私はやっぱりそういう子供たちの発達という視点、子供たちの健康という視点、そして当然学びという視点ですね、総合的にきちんとあの、ぜひ専門家の意見とか、 子どもや保護者の意見とかも聞きながら、ですね、考える場を持っていただけたらというふうに要望して終わります。以上です。地担当部長。重ねてになりますけれども、テストはテストだけのためにあるのではなくて、テストは一つのきっかけですけれども、今も学校で学んだことが、どう社会の中で課題になっているのか。 え、実生活に結びついた中で課題をどう解いていくのかということの、まあ、一つの自分の理解度を試すのがテストだと思います。先生、あの、テストを神かデータかということでおっしゃっておられますけれども、それまさにテストに、 をテストを問題解くということだけに取られておられるのではないかと大変失礼ですけども思っております。我々としては社会に出てから様々な形で子供たちが発信して課題を考えられる力をつけていくということでもいろんなツールの中でそういった学びを自分の中で落とし込んで課題に向,かい向き合えるという力を早く組んでいきたいというふうに考えておりますし、目のことにつきましては今、自分、我々の取り組みで何ていうかしっかり大丈夫だと。 ということをなるように取り組んでおりますけれども、決してその100%だと思っておりません。また、やはりあのデバイスによる目への影響というのは、えー、国の調査においてもスマホ等が流行り出した10年前から非常に、えー、子供たちの視力の低下が著しいということは発信されておりまして、それは我々としてもしっかり受け止めとれりますし、そうした部分の中で学校の中で、えー、どういった時間とかあの、えー、休憩時間とか含めてですね、子供たちの健康にも留意しながらあ取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 あの私が言ったことをやっぱりちゃんと聞いてほしいと思うんですよね、その現場から上がってきてる声なんですね、現場の実情を踏まえて、物事を考えてほしいと、全国のことでは、全国が、文部科学省がやる全国統一学力テスト中心に物事を考えるんじゃなくて、学校の現場から物事を考えて、えー、テストの在り方っていうのはあの、学校の現場の判断でやるようにしていただきたい、まあ、このことを求めて終わっておきます。 稲田教育長富樫議員から全国学力テストに基づいて教育都市教育委員会や教育のありを変えてるとおっしゃっていたのは。 口担当部長の答弁を曲解されていいると思いますあくまであの子どもたちに今の社会に生きていく力を育むというのが私たちの使命でありましてデジタル社会の中で子どもたちがどう生きていくために何をしなければならないかということで今の取り組みをやっていることでありまして、えー、全国学力テストのために教育都市教訓が方針をあの決めているというのは全くの嘘という間違いでございますので私としては抗議したいと思っております。 あのなんか抗議っていうか別にあの私はそうじゃないんやったらそれでいいんですよ学力テストに合わせてやってへんやったらそれでいいんですよただ先ほどの答弁がそういうふうに聞こえる答弁されたので言っただけなんで別にそうじゃないって言ってくれはったら別にそれでいいんですそれだけの話なんですわかりますで私はやっぱりちょっと現場からきちんとそうやってあの 学校ごとでいろいろテストのあり方を判断させてほしいということがあるわけやから、デジタルやりたいという学校があるかもしれない、学年があるかもしれないけど、神で引き続きやりたいという学校があると、そういう多様な現場の教育のあり方っていうのを大事にしてほしいということを述べているので、極快ではありませんしね、まあ、そういうことであれば問題だっていう質問をしているわけなので、その辺ちょっとあの私の質問趣旨、しっかりと理解していただきたいと言って終わりたいと思います以上です。 それではあの先ほど富樫委員から要求のありました端末選定の検討会議におけるメンバーおよび比較・検証の内容の資料については9月27日までに提出が必要ですが理事者提出できますか有沢担当部長、はい、提出させていただきます、はい、提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご意議ありませんかご異議 がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたしました。自社におかれましては、速やかに提出していただきますようにお願いいたします。それでは進行いたします。中村委員、どうぞ。中村委員。よろしくお願いいたします。 えっと、あの、昨年度の、えっと、5月の全国調査におきまして、の端末を使っての事業における利用率が、まあ、全国的にも、あの、本市が、あの、高い方だと、あの、データを見ながら、私も認識しておりまして、あの、 単純に嬉しく思っておりますであの基本的なことなんですけれども、今回、あのまあ、端末を交換ということで、あのデータの移行というのが必要になってくるかと思うんですけれども、そのあたりはあの、まあどな、どなたがどのようにしていただくのか、ちょっと簡単で結構ですので、教えてください。有沢担当部長、はい、あの今あの 子どもたちがです、ね、実際使っているのはです、ね、マイクロソフト365とかです、ねまあドリあの、デジタルドリルとかです、ね、それからいイいノート、まあ、こういったものっていうのはあの、えー、クラウド上であの扱われているものがございまして、まあ、逆に言いますと、端末が変わっても、そのクラウドからすぐにデータが引き付けるということでございますので、そういう意味ではデータの移行というところについては、あの特段大きくあのあの何かしなきゃいけないということではなくて、まあ、端末が変わってもすぐに使える状況になっというところでございます。 ありがとうございましたあのそしたらあの、ちょっと基本的なあの疑問なんですけれども、小学校から中学校へに今まで上がられたときも、その端末のデータっていうのは、あのそれで終わるんじゃなくてこう、クラウドでこう、ちょっと移行されてたということで、よろしいでしょうか有沢担当部長。はい、あのそのままで,です、ね、利用できるかというまあ9年間見通した中での教育ということで、進ませていただいております。中村委員 た。あの,イラの心配だということがよく分かりましたあの、えっと、廃棄する端末のデータ消去というのはあの必要になってくるのでしょうかあの個人情報の取り扱いに関しては ICT 支援員ではなく教員がしないといけないというような記載がちょっとあるところもあったんですけれども本市においての,あの、えっと、取り扱いを教えてください。有沢担当部長 あのデータにつきましては、基本的なクラウドということでございますけれども、端末にですね何かのデスクトップとかにデータが残っているものっていうのも、もちろんそのデータでございますので、そうしたものはですねあの物理的に破壊したりも、もしくはの適切なソフトウェアとかで,ですねまあ厳正にですね個人情,そうした情報についてはまあ消去することということを、今回、廃棄にあたっては記事と使用書にですね盛り込みながら、適切にあの進めていただくように考えているところでございます。以上でございます中村委員 ございます。えっと、なんか、あの、全部引き取りを、じゅ、条件で、あの、入札かけられるっていうことなんですけど、その業者さんが責任を持って。されるということでしょうか。石沢担当部長。先生、おっしゃられた通りでございます。中村委員。ありがとうございました。あの、先ほどのご答弁で、あの。 学習ドリルがあの入っておりますっていうようなご答弁があったんですけれども、あの、ちょっとあのパソコンでちょっといろいろ見てましても、あの、ベネッセさんがやってらっしゃるのが、あの、コマーシャルでね、あの、端末が家庭に届いて書いて、ま、あの、あったら花丸してくるはるとか、すごい楽しそうやなと思って見てたのが、なんか学校版があるのことがあったんですけれども、本紙ではどのようなドリルを、あの、 採用されているのかちょっと簡単で結構ですので紹介していただけたらありがたいです。副知担当部長、はいあの本社のデジタルドリルであの未来シードドリルパークというベネッセのあまちょっと企業名あ,あれですけどはいの。えー ドリルをを導入をさせてていいただいておりますで、えーまあ、問題数につきましてもですね、えーまあ、小学校でまあ5万問を超える問題でありますが中学校でも3万問を超える問題ということで先ほどもあのちょっと答弁しましたけども一年生小学校1年生から中学校3年生まで全ての児童がまあ全ての問題をまあチャレンジしたりとか振り返ったりとか。あの 進捗に合わせて学ぶことができるというような状況でございます。であの、えー、保護者の方々には一年間でまあ一人当たり六百円のご負担をいただいているという状況でございます。またあの、えー、問題についてまあのベネッセあ会社の方でもですねいろいろこう工夫をしておりまして、まあ、例えば中学生でありましたらあの高校入試とかでもまあ対応できるような少しむ問題もあの、えー こう新たに追加をしていただいたりとかいうことになっておりまして、まあこのレベルに合わせて対応できるということになっております、以上でございます中村委員ありがとうございました。あのー 先ほどもありましたけどの、デジタルか実体験かのこのバランスっていうのは、本当にこれから、あの、重要なというか難しい、あの、問題になってくるかなと思うんですけれども、あの、うちの子供も、うちの子供の時はそんな、あの、デジタルはなかったんですけれども、名前を出したらあかん、なんとか次郎さんのやつが、あの、毎月届くたびに、あの、飛びついて、もう全部一気にやってしまうぐらい、あの、勉強してるっていう感覚が全くなくて、あの、本当に、 遊んでるっていう感覚で。でも逆にあの、高学年になってきましたら、もう授業の予習福祉みたいになってきたら、見向きも真偽になったんで、お金がもったいないんで、ただとえ辞めたんですけれども、<laughs> すいません。いらんこと言うて。あのー、えっと、その、何が言いたいこと言いますと、まあ、せっかく、あのー、ギガスクールで、あの、全員一人一台端末が導入されておりますので、あのー、その、 例えば、さ、先のドリルでしたら、の、間違えたとこだけまた2回3回出てくるような工夫とかも、あの、あるような風にお聞きしておりますので、まあ、それ本当にあの、楽しくって言うんですか、あの、勉強っていうよりも、まあ、これからやっぱり、私た私が子供の頃はひたすら先生が言われることをじっと聞いて、覚えたらえ点が取れるみたいな感じやったんですけれども、今やっぱりそういう力はいらなくて、やっぱ考える力が大事やっていう風うにね、あの、教育の方も本当に方向性が上がってきているので、まあ、せっかくのあの、デジタル端末なので使い方によっては、本当にあの、楽しくっていうか、 遊び、遊び感覚って言ったらいけないかもしれないんですけれども、あの、さっきも自己決定する力っておっしゃってたんだそうやなって思って、あの、感動して聞いてたんですけれども、まあ、本当にあの、一人一人の創造性というか、まあそういうのが、 こう、培われるような、そういう、あの、事業になってきたらいいなって思って聞かせていただいておりました。で、あと、ちょっと話が戻るんですけれども、まあ、若干、ちょっと、ウィンドウズに関しましては、まあ、故障が多かったということなんですけれども、先ほど、あの、家庭におけるちょっとお困りのことで、お風呂でね、使ってしまったとか、喧嘩して投げてしまったとか、なんかちょっと、まず私もあの、親子玄関の時も、 情景が思い浮かんでしまったんですけれども、あの学校現場でおきまして、まあ、例えば、ね、中学年の小学校1年生とかに、まあ、デジタル機器を、あの、渡したことに対して、まあ、様々な、まあ、実際、あの、現場でお困りごととか、あの、こんなふうに壊れたとか、いろいろあったかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと何か特徴的というか、まあ、こういうことがあったけれども、まあ、こういうふうに頑張っているようなエピソード等ございましたら、教えてください。有沢担当部長、いや、あの、小学校、 こう低学年の使用の状況についてでございます。あの先生おっしゃっていただいて、やっぱりあのあのどうしても端末をまあ,あの操作するまあことがままず慣れ親しむというところから始まると思いますので、ね、そうしたあの普段のあの 事業での支援というのもとても大事かなというふうふに思っていましてまあその中で ICT 支援を学校へ配置しておりますので ICT 支援が小学校1年生の低学年の時からですねまあ丁寧に横についてですねあの各それぞれのですねまあデジタルドリルとかですねその最初のログインのところからですねまあ丁寧にですねあの支援していくようなことをまあ進めさせていただいたりとかまたあの端末の先ほどの故障の扱いのことなんかもですねあの丁寧にですね先生か方が各子どもの方にですにお伝えしまして まあ物の大切さとかをですね教えていくとかですねまあ取り扱いについてもですねまああの例えばカキの近くに置かないとかですね床に置かないとかそうしたこともあの丁寧にですね先生方の方から説明いただいてあの端末の基本的な使用ルールとですね理解をま学んでいただいているというと学んでいると,いうところでございます以上でございます中村委員ありがとうございましたあのリース契約になりますので今後あのこれまでもかと思うんですけど修理とかはあのメーカーさんがもう全部 全額負担をして修理していただくということでよろしいでしょうか。有沢担当部長 はい、あの今回の,です、ね、あのリース契約につきましてはあくまでもそのリース会社からまあ借り受けるというところだけのまあ契約ということでございましてそれはまあ5年間使,わし使うということになりますので特に何か故障した場合の対応につきましてはあの先ほどお話しさせていただきました予備機これがあの15%今回用意しますのでその予備機を、まあ、あの使いながら活用しながらということであとは、まあ、あのちょっとした困あの 壊れたこととかは、例えば、あの、本市の方で、別途あの委託業者、サポートデスクおりますので、そうしたサポートデスクの方の対応するとかですね、そうした対応で対応していきたいと、このように考えているところでございます。中村委員。ありがとうございました。あの、ちょっと個人的には、例えばエジソンとかは時計をバラバラにしたとか、時代を変えるような人っていうのは、とんでもないことを考えるので、この端末も、 あの、文化したりとかするとも、もしかしたら、あの、すぐ、次の時代を担うような発明者が、京都からも出るかもとか思ってたんですけども、あの、ちょっと本誌負担で、ということであれば、やっぱり大臣に使うことが、あの、大事かなと、あの、思いました。で、あの、正常に作動する端末とかは、まあ、例えば、その、まあ、充電とかがなく、あの、もう、行かれてたりとかしても、行かれる、すいません、言葉が悪かったです。ダメージになってたりとかしましても、あの、常時常、こう、充電ケーブルをつなげたりとかすると、まあ、自動生徒以外の、 さまざまなあの環境において利活用できるかなというふうのも考えてたんですけれども、まあ、ちょっとアップデートができなくなるということと、まあ、の基本あの、入札のときに引き取ってもらうというあの条件ということですので、まあ、もう一つ残らず、まあ、回収していただくという、そういう認識でしょうか。アリサ担当部長 基本的にはあのあの先生おっしゃっていただいた通り、まり、あ、今の旧端末はあのやっぱりアップデートできないということはセキュリティの問題もありますので基本的には今回納品するときに引き取ってもらうということで考えているところでございます。以上でごござざいいまます中村委員ありがとうございました 電子ゴミとか言われてますよね、レアメタルとか貴重な、まあ、有用資源としても大切な、まあ、一つ一つの端末かと思いますので、その辺もしっかりと、あの、していただくような企業も、あの、入札の折に、あの、しっかりと、あの、見極めて、 あの、選定をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あの、ちょっとゴミ、ゴミ問題のことで、ちょっと、あの、大量の廃棄物が出るなと思いまして、あの、まあ、子供の、これから本当にあの、身近にある、この、大切な、あの、ゴミ問題っていうのは、社会的課題でありますし、まあ、学校現場におきましても、SDDs に関する教育が、あの、浸透してきて、 おります。で、これから、まあ、安全で便利、快適な生活を継続するために、まあ、早急に解決すべき問題であるとも思います。あの、ゴミ一人一台端末を、まあ、今回単に、まあ、交換するという、まあ、それだけではなくて、未来を担う子供たちと共に、あの、これを機会に、ゴミ問題を調べたりとか、まあ、どうしたらゴミ減量化にできるかとか、まあ、そういった取り込みについて考えたりとか、ゴ、ま、ミ、あ、処理にかかる費用とか、環境との関わりとか、まあ、多面的に捉える、 良い機会になるのではないかなともあの考えました。で、あの、多面的に物事を捉えることによって、社会的な見方や考え方が育つということも、まあ、考えられるのではないかなと思います。で、あの、ゴミ問題をあの自分ごとと考えて、まあ、これからの社会のあり方をも模索する機会になるともあの考えられると思います。でギガスクール構想を、まあ、今回、まあ、ただの大量廃棄で終わらせないために、あのこの機会を捉えて、 まあ、社会参画としての具体的活動の取り組みにつながれないかと思いますがあのいかがでしょうか。 あの先生おっしゃっていただいたとおり、この端末が非常にあの部品ということで大量のもう背景が出てくるということでございますが、今回、iPad の方も、その他各種メーカーの方も、こうした大量に出てくる端末をどういう形で資源として SDGs の基本的な考え方に基づいて、どういう形で有効活用していくのかということをまあしっかりと考えていく必要があるということを、各メーカーの方で考えていまして、iPad もそういう取り組みを今、アプリ社の方では進められているところでございますま。国におきましてもこの再資源の 利用につきましてはきちっとあの自治体もしっかり管理を確認を行いながらですねはいきと進めていくことということをまつ通達もされているところでございましてもしもそうしたあのもあの資源を大切するということをまあ基本理念をしっかりあの踏まえましてですねしっかり確認しながらですね適切に対応していきたいとこのように考えているところでございます以上でございます中村委員あ大丈夫ですかはいはいそれでは進行いたします秀方委員どうぞ。 よろしくお願いいたします。私からもえっとギガ端末の活用についてお尋ねをしたいと思います。えっと私もえっと小学校の子供を2人育てておりますので、あのこのギガ端末の活用について、あの私自身も大変実感することが多い中でですね。あのまあ、今回第2期で更新されるということで、あの行ってあの？ 質問をさせていただきたいと思うんですけれどもコロナ禍で休業の期間中は端末を持ち帰ったりオンライン授業を実施されたりドリルの活用を積極的にされていたりとの一定端末の活用をしておられたように思いますただコロナ禍が明けて授業単位でグラフを作ったりプレゼンをしたりとか学校での活用っていうのは実感しているんですけれども 一方で、端末の持ち帰りで、またあのコロナ禍では実施をしておられたオンラインの授業等の機会というのはあの減少しているように思います。で、えー、対面で <laughs> 授業を受けられることというのは、まあ、喜ばしい一方で、せっかくギガ端末にあの親しむ機会となったのに、積極活用というのが当初の段階から、まあ、あまり、こう、 新たな活用っていうのが進まなかったっていうのが現状かなとまいう風に感じております。で、えっ、ー、と長期期間中だったりとか、家庭学習におけるデジタルルドリルの活用について、未だに実施できていない学校も多くあると伺っております。えー、本市の家庭学習におけるデジタルルドリルの活用について、学校の単位であの状況、今の現状を把握をしておられるか教えてください。 学校の持ち、まあ、子どもたちの持ち帰りの状況ですが、まあ、学校単位になりますけれども、あの本州の状況としましては、小学校、中学校とも9割ほどの学校で持ち帰りが進んでいるという状況でございます、えー、ちなみにあの大都市も、他の政令市でいくと、大体あの中学校、小学校とも85%ぐらいですので、まあえー、そういう意味では、全国でも進んでいると。 いう状況でございますけど、また学校による若干の差はあるかなというふうに認識しているところでございます。以上でございます。岸田大臣、ありがとうございます。えっ、ー、と、またとし一般市にはなるんですけれども、あの転入をされた方で宿題がタブレットでないことにすごい驚かれる。 方ってていいいいうのをおお問い合わせいただいておりますで、まあの、おそらく豊中市だったと思うんですけれども、えっと、まあ、小学校1年生から宿題で活用をされているというふうにお伺いしてます。で、えっと、まあ、あの、先ほど学校一般市では、あの、非常に、あの、いい数字で、あの、9割程度がっていうことでおっしゃっていたんですけれども、あの、 やはりあのこの活用に関しては数字だけで見るのではなくてあの活用がどれだけできているかということに重きを置いてあの考えていただきたいと思っておりますで、えっと、学校単位、まあ、どの学校が実施されているかというのも一定教育委員会の方では把握しておられるという認識でよろしいでしょうか口担当部長学校による状況についてもあの では把握をししてておりまして、えーまあ、各学校に対してあの教育委員会の方におりますまあ主席等の指導主事が訪問した際にもまあえまあ持ち帰り家庭の持ち帰りが進んでない学校についてはその事情を聞いたりということでしています、まあ、特にやっぱ聞きますのがあのこ,こ,ここの直近になってからまあ故障の問題でありますとか、ま、だあの子どもたちは家に帰ってからの,その長時間利用と子どもの状況を鑑みて、まあ 学校では使うけどもちょっと家庭には持ち帰れないと、まあそういったところの回答あの条件で持ち帰れないというところが多いかなというふうに認識をしているところでございますけれども、まああのそれぞれ学年とか応じてまあ持ち帰りを進めるようにということで働きかけもしてきているというところでございます。以上でございます。岸和田委員、わかりました。でえっとまあ先ほど渡賀氏議員からあったと思うんですけれども、えっとドリルと デジタルドリルで二重でまあ費用が発生しているとでえっと私もあのそこについてはすごい問題があると思っていてあのもちろん私としてはこのデジタルドリルを推奨してあのもっと使ってほしいというふうな考え方ではあるんですけれどもあのこの9割という数字だけでやっぱり。 肩持ち帰りが9割、活用が9割っていう数字だけで見ると、まあ評価は高いのかもしれないんですけど、やはりその1割の保護者の方がなぜ費用を20で払わないといけないのかっていうような、あの疑問を持たれてもおかしくないと思いますし、まあその点で言えば先ほどの議論の中で出たあの20でお金を払うだったら、あの、権限を、あの、 まあ分けてくれなんていうようなお話にもつながってくると思うんですね。で、もちろん、紙を書く、あの、で、あの、ドリルを解いていく。まあ、そういったことも子どもたちにおいては必要だとは思うんですけれども、それこそ、そのドリルを買うかどうかが任意っていうような方向に、あの、今後展開していく必要があるんじゃないかなと、まあ、思っております。で、えっ、ー、と、例えば小学生でも、あの、 何校かの学校が中学校に集まるわけですから、活用していない学校と活用ができている学校では、中学に上がった時の差っていうのは少なからずあると思いますし、あの、やはりこの第2期で更新をされる際には、あの、9割でできているっていうことではなくて、やはり100% 実施するのが当たり前っていうふうにあの考え方をしっかりと定めていただきたいと思っておりますけれども、いかがでしょうか口担当部長。はい、あのご指摘のとおり、できる限り各学校で取り組みを進むように、ですねまあ、次の第2期に向けましてもしっかりとまだ取り組んでいきたい。まああの、えー 京都教育 DX ビジョンの中でも各学校の取り組み活動を進めるということで申しておりますので各学校の事情もしか踏まえながらになりますけれども取り組みを進めていきたいというふうに思っておりますえ何よりもあのおっしゃっていただきましたあの書くことなのかまあデジタルであのキーボードで打つのかというあのもちろんいろんなご意見あると思いますけれども本当にあの子どもたちがまあそのの得て増えても含めてですね あ、しっかりと自分自身が学べるような、あ、学びが深まるような形での有効活用というところをしっかりと追求していくというか、あの、まあ高みを求めていきたいなというふうに思っております。以上でございます。藤川大臣。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、まあこのカリキュラムのまあ一環としてしっかりとこのデジタルドリルの活用をあの進めていっていただきたいと思います。であと、あのこのドリル。 もうもちろんなんですけれども、えっ、ー、と今後デジタルの教科書だったりとか、で、あとは、このタブレットにタッチペンでノートを 取っていく。で、それを、えっと、まあ、教員にその場で共有をして、その場でチェックをしてもらうっていうことが、あの、他都市でも行われております。まあ、そういった活用も、新たな活用方法っていうのがたくさん生まれている中で、今ここでデジタルドリルで立ち止まっている場合ではないとは思います。あの、やっぱり新しいものにアップデートしていく機会は、あの、逃さないように、あの、最先端をしっかりと取り入れて、 教育環境の維持をしっかりと努めていただきたいと思いますけど、最後にその点、教えてください担当部長今、ご紹介いただきましたデジタル教科書についても、本市でもまあ国の実証事業を受けまして、まあ、今あ、デジタル教科書自体が無償対象になっておりませんので、えー、まあえそういった課題がありますけれども、本社では英語についてはすべての小中学校分。 をあのその実証事業の中で受けておりまして、またあの算数、数学についても半数の学校でえ試験的にまあ使っているというところでございます。この,あの無,償教え無償での給与のまあ対象になるよう国にも働きかけているところでございますけれども、そうしたもを含めまして、デジタル教科書等についても取り組んでいきたいと思いますし、時期のお ギガスクール構想のお四年間、ええ五年間に向けましてはですね、先ほど委員から言いました通り、ええしっかりとまあ我々としても取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。有田担当部長でございますが、まああのタッチペンにつきましては今回あの国の方の標準仕様ということで盛り込まれておりますので、この本体の中でですね説明させていただきます。であの今考えてますのがあの画面をフれ 手をです、ねまあ、認識せずにです、ね、ペン先だけを認識できるような形で,です、ね、よりその学習にストレスなくです、ね、使用できるようなそうしたタッチペンを進めていきたいと思いますのでよりです、ね、学習効果が高まるような取り組みが進めていけるものとこのように考えているところでございます。以上でございます ありがとうございます。まあ、子供たちの I. C. T. の活用、そして、えっと。まあ、デジタルドリルを用いることで、えっと、荷物の負担の軽減だったりとか。まあ、あらゆる面において、優れているものだと思いますので、今後ともご尽力いただけたらと思います。ありがとうございます。よろしいですか。はい。えー、まもなく三時ですが、えー、質疑者は残りあと二人でございますので。このまま小委員会を続行いたしますので、よろしくお願いいたします。 それでは進行いたします赤坂委員どうぞ赤坂委員、私の方からいくつか府市、えー、連携事業を通じた京都一立高校における探究学習の充実についてお伺いします。 まあ、あの今、先ほどからも学力形成の問題で非常に重要なあ子どもの探究心を探ると一人一人の能力を伸ばすという点では非常に重要な問題だというふうに思っています、まあ、そこで、あのー、この事業をです、ね、京都一立高校が取り組む必要性この意義についてお聞きしたいと思います。まあ、予算説説明の解説文には えー、京都市立高校と府立高校の垣根を越えるとその目的のように書いてありますが、えー、この垣根とは何なんでしょうか、えー、教育委員会のお中で何か、えー、垣根があるんでしょうか、まあ、その垣根を越えたらその後に何が残っあるのかそのことを示していただきたいというふうに思います菅野担当部長 府市連携事業、目的ということと、それから今、垣根ということをおっしゃられましたどその点についてでございます、もちろんこの探究学習については、先ほどからも申し上げましたように、本当に堀川高校はじめ、京都市立高校が、本当に今、高校教育の基軸として取り組んできている中身でございます、また、新しい学習指導要領にも、中核理念ということで捉えられてですね、 全国にもこういった取り組みが広がっているところでございます。そうした中で、あの本当にあのそうした、えー、京都のですね、あの京都市立の高校のあの探求学習をさらにあの進めていくということで、あのこの取り組みについては本当に有意義なものであるかなというふうに考えております。それからの、まあのま あの不立私立の垣根を越えてということでございますが、まあ、もちろんあのこれまでも高校と学校同士の連携等ですを、ねまあ、特にやはり一律高校の中であのしてきたところでございますそうした中で今回、まあ、あの不シトップミーティングということで合、えーまあ、意もいただきましてですねあの本当にこれあの、不立高校も一律高校も本当にあのいろんなあの例えば自然科学であったり人文社会学科とか本当にそれぞれの学校が。 一個一個ですね、あの特色を生かした探究学習を進めているところでございます、そうした中で、あの府立高校と市立高校の高校生が一堂に会して、そうした探究学習の,あの取り組みをあの交流し合うというのは、本当にあの、まあ、今やっておりますあの、京都市立の高等学校の探究学習についても、それを一歩進めるあの素晴らしい取り組みになるかなというふうにも考えておりますので、まあ、そうしたところであの垣根を越えてあの連携して取り組んでいきたい、そういうふうに考えたところでございます、以上でございます。赤坂委員 まあ、あの一律高校と府立高校の子どもたち生徒さんが一堂に会してというふうに言うわけですけれどもこれあの、京都市内の府立高校との連携を想定されているんでしょうかまた京都市外の府立高校も含めて、えー、対象としているんでしょうか、えー、このイベントに参加する学校名が明らかであればはっきり、えー、教えていただきたいと思います。まあ昨 先ほど先に質問者の言葉の答弁では代表の生徒たちだということでございますがどこの学校の代表のお子さんでしょうか、えー、学校現場の子どもたちの準備も大変だと思うんですね探究学習なんていうのはもうそんな言うたら1時間の授業で終わるようなことじゃないですよね系統的的ににそして科学的に 真実を求めていく、その探究心をやっぱり、えー、損なわないように進めていく必要があると思うんですが、えー、急に3か月後ですね、今から言うて、えー、12月21日にやりますというふうな話になっていますが、えー、これまでに、えー、今学校現場でそれが対応できるのかどうかというのは心配です。えー、10月の下旬に、えー、なんか 全容がはっきりするようなことが先ほどの答弁の中であったと思うんですけどもまあそういう状況であるならば今現在の状況を教えていただきたいというふうに思いますでまあ今まで大体市立高校ではこの荒瀬さんが堀川の校長になった時に話をしたことはあるんだけどやっぱりあの思いは子どもたちの探求心を やっぱりそそる子どもたちが伸びたいという思うで探求したいというその物事の真実を求めていく心というのは本当に大事だというふうに思いますしその点をもう一律高校でもやってるのに、えー、わざわざこの府立高校と一緒に、えー、垣根を越えて <laughs> 一緒にやるということの意味があるんかなというふうに思うんですがいかがお考えでしょうか 菅野担当部長、はい、えー、まずですね、あの不立高校、あ、すみません、一立高校についてはですね、あの今あのすべての一立高校参加したいというようなあの、えー、あの意向を持っているというのは聞いております。あの不立についてもですね、特にあの市内のあの。 市内の府立高校ということに限らずあの京都府か全域の高校を対象にということであのどこが参加するかというのはまだちょっと府立の,の方はあの聞けてああの我々にはあのまだ聞けておりませんそれからあの先ほどまああのご懸念のあったその探究学習ですねあのこの3ヶ月で何が、まあ、あのど,のどうやっていくのが大変だということでございますがこれについてはもうあの本当に全国的にまあ新しい学習指導要領であの今回総合的な探究の時間というのが入っておりますのでそれぞれ生徒があのいろんな形 でこれあの一律でもあの堀川は堀川、最強は最強また会見は会見また総話は総はということでいろんなやり方で探究学習を進めているところでございますそうしたところでそうした今やっている学習をあのしっかり発表するということですのでまああのもちろんあのそれに向けた取り組みということであの生徒は頑張ってあの準備はするとは思うんですけれどもそこに何か新しいものをあの無理やり入れてというような取り組みではないというのは理解いただけたらという,ふうに思います。そうしたことであの、まあ あの先ほども申し上げましたがあの本当にあの京都一立もそうですし府立もいろんなあの学校あのございますのでそういったところで特色ある取り組みされていますのでそれをまああの一立だけに限らず府立も一緒にあの交流するというのはあの先ほども申し上げましたですけれども本当にあのそれぞれあの今回出てこられる生徒さんの,あの探究学習をですねより進めるにあたってもあの有意義なのかなというふうに思っております。またたそうしたあの他の不律のあの生徒も含めてですねいろんな探求活動の ただ、組織を見るのも大事ですしまた、大学院生等からあのフィードバックいただく機会なんかも作っていきたいと思いますしまた、講演なんかも通じてそれぞれの探究学習を深められるような、まあ、生徒のモチベーションを高めるということも非常に大事でございますのでそういったところもまあちょっといろんなあの目的を合わせているところでございますがそうした探究活動をしっかりあの充実させるように取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます員 歩、えー、はわからない、市は一律高校は全部参加するということですのこの発表するのは代表の生徒さんとい,うということですね、全校が発表するんですか、一律高校、で高校も芝野担当部長。あの まあ発表自体はです、ねまあ、それぞれブースがありますのでそこでまあ希望する生徒さんが各学校の代表ということであの発表するということでございます。対象はすべての学校に呼びかけているというようなことでございますまあ対象が全校に呼びかけているというだけであって全部の学校からその代表が出るわけじゃないわけですね今の話では。そうでそううやったらもうそれででいいですもう 菅野担当部長あのですので、不立についてはまだあの聞けてませんけど、一律についてはすべての学校が代表を出すというふうな意向を聞いているということでございます。あのただ、あの今、募集もかけてるところであ、これからかけるところでございますので、その誰が発表するかというのは、そうしたところでだどういった代表が出てくるかというのは、また取りまとめて、まあ、10月ぐらいにはその発表校、決発表、その代表制度ですね、決めていきたいというふうに考えているというところでございます。以上でございます坂委員 まあ、あの学校現場にいた経験があるものとしてねあの3ヶ月間でねその高校生に探究心のものの,この心をそそるようなそういう発表ができるものを作りなさいと今から呼びかけてできるもんじゃないと思うんだよね。ほんでやっぱりあの付けあき場でやってとりあえずやりましょうなんていうんやったらそれはできるかもしれんけどあのほんまに。 今あの子どもらが自主的にやれるようにって言うてさっき答弁の中でもあったんだけどもそういう意味ではその自主性をそん子どもたちの生徒さんの自主性を尊重してこの発表のテーマなりそして機会を保障するというになったらね分かるんだけどもなんかあのやっぱり上から目線でやってもらうと生徒さんにやってくれると思うと。 いう,ふうな準備すると思うというふうな形で言うてたら、現場は大変だと思いますね、でね、えー、キックオフイベントの事業、分かりますが、あのー、概要がね、書いてますから、今日の高校生探究パートナーシップ事業という、この全体構想が見えないんですけども、これはどういうふうなものなんでしょうか。菅野担当部長 はい、あのまずあの1点目あの今、先ほども申し上げましたですけど、この探究学習というのは、本当にあのそれぞれの高校で、そもそもあの生徒があのやっているものでございますので、何もこの,あの発表に向けて、1からその3ヶ月でやるものではないというのは、ご理解いただきたいなというふうに思います。それれからまああの全体像ににつついいいててでございますがこれについては今回あのもちろんあの この4月に合意があって、まずあの始めていくということで、キックオフイベントとしてあのこれ、この取り組みをまずやろうということでございますので、あのまずこのキックオフイベントについて、あの取り組みについてあの詳細をまあ京都府教育委員会とも連携して検討を進めてきているというところでございます。であの今後についてはです、ね、もちろんそのキックオフイベントも踏まえてです、ねあ、どうした連携のあり方で、この府立の 高校とですね連携してあの探究学習を進めていくかというのはまたあの市長部局ともですねあの連携してまああと大学との協力もあのえら得ながらですねあの改めてそこは全体像は考えていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。赤坂委員、あの今のご答弁でありましたように、まあこの問題は4月のこの知事と市長の懇談の合意形成で生まれたということだよね。だから結局。 あの現場からまた子どもたちからですね生徒さんからこういうものをやってお互いに高め合うやないかというふうな趣旨ではなくてこれ知事と市長の懇談の合意形成で生まれたというふうに今の話の中であったと思うんですけどもまあこういう点ではですねやっぱり高校生にあのほんまに京都市への要望なんかも聞くとですね 地下鉄の値下げしてほしいとか自由に過ごせる場所がほしい市独自の奨学金を作ってほしい借金せんで大学に行けるようにいうですねで自転車が走りやすい道、えー、作ってほしい図書館で自習できるようにしてほしいという市長さんと話し合いたいことの声が、えー、いっぱいあるようですだから先にその高校生との懇談もすべきではないかと。 いいいうのを指摘しておきたいと思いますでそこで、えー、政治主導で学校現場を混乱させるようなものではないというふうに先ほどの答弁ではありましたしかしこれどうも見ていると、えー、京都市が300万そして京都府が300万ということで府知事と市長の政治宣伝に利用するんちゃうかというふうに私は危惧をしています 知事と市長と、市長の政治主導でこれ、進められるものだったら、生徒本位の考えで生まれたものではないなと、先ほどいただいたような自主性や自立性を持って、生徒さんが取り組めるようにしたいというふうに思っているという答弁がありましたが、いかがお考えでしょうか。菅野担当部長 もちろん、これの府市トップミーティングで合意されたものでありますがもちろん、この合意内容については教育委員会にも事前に紹介もあったところでございます合わせてこのトップミーティングの前から探究学習の重要性については本市であれば松井市長にも説明もしてきたところであって本当にこの京都市立また京都府立の高校が本当に探究学習頑張っている中でそうした取り組みを後押ししていただけるものというふうにそう さそ,そうした後を一緒いただける合意をいただいたというふうにあの考えているところでございます。あのまあ、市長からもですねこの府市の教育委員会連携でその学校現場の意見を踏まえてしっかり検討してほしいということもあの言われておりますしまたあの4月以降ですね私立私立の高校 公聴、ね、会の意見なんかもしっかり聞かせていただいて、府市の,の教育委員会で主体的に検討を進めてきたものでございます、であの先ほど、井上先生の,あの答弁でも申し上げましたですけれども、本当にあのこの生徒の例えば実行委員会の立ち上げなんかもあのしておりまして、本当にこの生徒主体のより実践的なものになるような取り組みということで、今回も進めておりますので、その点はあのご理解いただけたらなというふうに思います。 まあ、あの学び学ぶとことこと学習はやっぱり、えー、生徒主体ですね学習主体がやっぱりしっかりとその意識を持たないとあ習得することはできませんよね学力も形成できませんだからそういう意味ではあのー、今政治や行政がやらなあかんのはそういう教育への介入の問題のような 危惧されるようなものではあかんと、今さっきおっしゃったように、えー、自主性、自立性、えー、子どもたちの実行委員会ほん、えー、いつ作るんですかね、これ。菅野担当部長。はいあの、議決いただきましたら、あの速やかに、ま、10月にはあの立ち上げる予定にしております。赤坂委員、まあ。本当に大事なあ学力形成の探究だと思いますけれども、そういう意味で言うならば、 あの私はこの政治主導でこの知事と市長さんがどういう点で合意形成されたのかということの中身がよく分かりません。教育基本法には、えー、教育行政第16条には教育は不当な支配に服することなくこの法律および他の法律の定めるところにより行われるべきものであり行政は国と地方公共団体の適切な役割分担および相互の協力のもと 公正かつ適正に行われなければならないというふうに言われていますで行政のなすいことそして教育内容に踏み込むことはあ明確にすべきではないかとまして事業概要の予定を見るとですね12月に国立京都国際会館を開業としておりますなぜ学校でなくてそこなんでしょうかいろんな経費がいるがあいろんな経費含めて600万円で済むという 歳入歳出計画書の提出を求めたいと思いますまあたった一日の花火のようなイベントで今日の高校生探究パートナーシップ事業の目的は達成するとは思ってはいないと思いますがこの不知事と市長の宣伝にですね高校生が使われるだけではないかと危惧することを指摘しておきたいと思いますいかがですか菅野担当部長もちろんあの知事市長がですねあの本当にこの、えー この教育内容の決定をするというものではこれはございません、本当にもちろん教育委員会が今回主体的に先ほども申し上げましたが取り組みとして行うものでございます。本当にこれはもちろん これまであの本市が行ってきた、あの本市また振り継で行ってきた取り組みを後押しいただけるということで、あのまあ実施方法なんかについてもあのこちらで考えて教育委員会が主体でやっているものでございますので、本当に教育委員会がその独立にもとの、独立した判断に基づいて行っているものであって、まあ、今回のその探究活動の実施プロセスというのが特に何か問題があるというふうには全く考えていないところでございます。あと予算のことも言われました。もちろんあの様々な予算必要なことございますが、本当にまあ今回この まあ探究学習を進めていくというのは本当に高校学校にとっても大変大切なことであるということでまあそれについても特にこの点についてあの この予算を、あの、まあ補正予算で上げることについて、何か、あの、こちらで問題があるというふうには考えていないところでございます。あの、探究学習については、本当に、まあ、全国で取り入れられて、この、それぞれの高校が特徴変わる取り組みを進めているところでございます。そうした探究学習をさらに、あの、進めていくというのは、本当に極めて意義深いというふうに考えておりますので。あの、今回補正予算で上げさせていただいたものでございます。以上でございます。はい、あの、ただいま、赤坂委員の方から要求になりました。授業の歳入歳出の資料については、実際提出できますか。 菅野担当部すみませんちょっとまた共同府とも整理させていただいて、まとめられましたら、その後は提出させていただきたいと思います、以上でございます。はい、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたしました、自社におかれましては、速やかに提出していただくようお願いいたします。進行いたします岩さん委員 はい、ありがとうございます。あの、私があの、最後の質疑者でございますので、もうしばらくお付き合いいただけたらというふうに思います。あの、まずあの、今、あの、私もですね、この不死連携事業を通じた京都一律高校における探究学習の充実、まあ、これについて、あの、伺いたいというふうに思います。あの、もう今もいくつかの委員のかあの、何人かの委員の方が、あの、質疑をされました。まず冒頭、私はあの、非常にあの、この、 探求学習の充実ということでのこの授業につきましては、大変ワクワクしております。これはもう大賛成でございまして、しっかりとやっぱりあの、こういった、特に高校生ですね、非常にあの、想像力も豊かで、自らが考えてクリエイティブに、そしてまた、一人一人の生徒さんの可能性も、まあ十分に引き出していく探求学習であろうと思いますので、 ま、決められた、過程をするのとは違うと思いますので、非常にあの、特色ある、あの、対応をしてきていただいたかなというふうに思います。で、今まで、この、不立高校との連携は逆になかったのかなというふうに、あの、私の方ではこの授業を見たときに思ったんですけれども、実際この一律都市不立でですね、あの、こういった、あの、交流といいますか、あの、そういったものは、 何か他の事業としてはあったんでしょうか、その辺をちょっと確認しておきたいと思います。菅野担当部長 今回、府立と連携してということで取り組みを挙げさせていただいておりますがこれまでからもちろん京都府と京都市も一緒に取り組んでいることも多くございます、例えば入試選抜業務なんかでありましたら例えば合同の説明会をしたりとかですねそういったこともしておりますしまたさまざまな京都市が主催する研修それから京都府が主催する研修それぞれの教育員が行き来したりということもございます。また今回の えとの一律と不律のです、ね、個性が。まああのー 共にに一度に会するものとしてはです、ね、例えば学校での取り組みを地域が抱える課題解決の向けた学習の成果発表ということでグループディスカッションを行うような、まあ、これは洛南ライオンズクラブさんの共催のということで行っていますがジョイント S&E フォーラムということでこれも,あのもう数年にわたってあの開催していましてすべての学校ではないですが一律高校それから府立高校からもあの参加もいただいているところでございます。ままたあの特にあの京都府のの主催で言いますと例えば高校生の芸 技術文化活動の取り組みということでそうした全国高等学校構成伝統文化フェスティバルそういったものも開催されておりましてこれも一律高校も参加させていただいているところでございますその他ですねただ例えばそれぞれの学校の取り組みに府立,立に来ていただいたりとかですねあとまた今産後観光局の方でユースアントレプレナーシップ事業というのもやっておりますがこれも今年度については府立高校で での開催もあの検討されているということでございますので、そうしたところでいろんなところでこの一律不律というのはあのまあ連携をこれまでもしてきたところでございます。ただまあ今回あのこうした取り組み始めますので、より一層そうしたあの連携深められてあのそれぞれのあの学校のですね取り組みが一層進むようにはしていきたいというふうに考えております。以上でございます。岩 はい、ありがとうございます。あの、まあね、えー、今回の、えぇ、ー、この事業についても、生徒自身で実行委員会も立ち上げていくというようなことで、本当にあの、その主体性につきましては、あの、生徒に、どんどんこう任せていくということが大事だと思いますし、まあ一方でその環境整備は、やっぱりこの教、えぇ、ー、市の教育委員会がね、やっぱ責任持って、これをやっていかなあかんなと、あの、子どもたちが本当に自由に、 あのしっかりとこの可能性を引き出しまたそれが将来にねあのこう役立つようにその環境整備はあの市教育委員会の仕事だというふうに思いますからそこはしっかりやってもらいたいなというふうに思いますあの本当にあ,のあれですね、市長と知事であの予算それぞれつけていただいて良、ね、かったなというふうにあの思っております、えー、とてもあの政治的思惑があるとは私は全く思えなくて あの、ほなもう予算何にもつけられへんのかという話になろうかというふうにも思います。あんまりこの話を蒸し返すつもりはありませんけども、まあ、ちょっとその辺は申し上げておきたいと思います。で、あとですね、あの、うちの中村委員がすごく気にしておりましてですね、あの、松尾先生なんですけど、この講演なんですが、これはあの、今はもう流行りの YouTube とかいろいろあるわけですが、まあ、できればその、講演していただくんであればですね、やっぱりこう、すべての子どもたちが、 まあそれが配信できるようにしてほしいなということなんですけれども、この辺とっていうのは、まだこれから決めていかはるんでしょうかう担当部長、はい、あのすみません、そのあたりはまだちょっと講師の方とも相談できておりませんので、あのちょっとどういう形でできるかというのは、今後、検討していきたいというふうに思います。ででででございいいますすす岩ははい、あるるるならばですねあのできるだけあの希望をする生徒については あの、見れるように、もしくは録画でも見れるようにと、ことは大変あのいい機会だと思いますので、代表だけが出て、あのそこでというよりはいいかなと思いますので、ぜひともあの先生とあのご交渉いただけたらというふうにあの思います。で、本当にあのしっかりとね、これがまずキックオフイベントということでありますし、やっぱりあの子供もそうですけど、やっぱり人間というのはやっぱり触れ合って、その中で刺激を受けて、 で、より開発していくということがすごく大事だと。 いいう,ふうにあの思います、まあ、何よりも人が人を作るということだと思いますのでこういう環境をどんどん作っていただいて特にこのあの若い人たちは頭も重要なんですしあの本当にあのお互いの刺激がすごくあると思います。我々がもう他校の生徒とっていうともう,もうクラブのスポーツですよね運動,運動部でこう全国大会出る時の予選で会うとかですねなかなかそんなにしかなかった時代ですから、まあ、そういった意味ではいろろな形で学校を通り越えて乗り越えて。 交流していくっていうのは本当にいい機会だと思いますからしっかり進めていただきたいということを申し上げて終わっておきたいと思います以上終わります、はいえー、以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしましたこれで教育委員会の審査を終わります自社お疲れ様でした委員の皆様はもう少しお残り願います以上で予算特別委員会第二小委員会における審査は終了いたしました なお委員長に提出する小委員会報告の分案につきましては政府副小委員長にご一任願いたいと思いますがご異議ありませんかご異議なしと認めそのようにいたします報告書を作成し30日月曜日に委員長に提出し委員長からその写しを各委員に配布していただくことといたします次に付託議案の取り扱いについては各会派でご検討いただき10月1日火曜日に開会する 委員会で討論決了といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で、予算特別委員会第2小委員会を参加いたします。委員の皆様、お疲れ様でした。